さあ始まりましたゆかりスタジオハッピーバースデーゆかりおめでとう生配信、私司会の鷲崎武史でございます。よろしくお願いいたしましょう。さあ本日ですね、2020年2月27日ということでございましてですね、田村ゆかりさんの誕生日ということでございまして、早速主役の田村さんを呼びしましょう。どうぞもう一回やりましょう、もう一回やりましょう、もう一回やりましょう、もう一回やりましょう。これだよ。君狙ってんのこれだよ。まあそのたまたま人が立ってなかったけども。行きますよ。もう一回行きますよ。でも今ゆかりに会ってる。俺の振りから行きますからね。ということで、2020年2月27日、田村ゆかりさんの誕生日ということでございますので、本日のゲスト登場していただきましょう。田村ゆかりさんです。どうぞ。みんなこんばんは。田村ゆかり44歳です。ありがとう。ねえ、33歳ということで。44だよ。なんで微妙に微妙なところでさ、微妙っていうか。お久しぶりです。久しぶり。ねえ、よろしくお願いいたします。高いところから失礼いたしますね。そうだね、まあ本当ね、そうだね。ごめんね。ねえ、いろいろごめんね。いやとんでもないです。皆さん的には本当そのなんかイレギュラーな。ことになってしまいまして、俺の口から言うのもなんですけどね、今日ちょっとイベントがある予定だったんですけども、なんやらかんやらがいろいろございまして、そうそう、はい、急遽こういう形になってしまいましたけれども、そう、せめてね皆さんと一緒に、はい、楽しい誕生日会をですね、ご覧いただこうと。あ、僕のワンショットとかいらないですよ基本的に。みんな見たら田村さん、はい、そうです。だって私のワンショットもなんか、なんで44歳でワンショットも困るんだけど。じゃあ基本引きで。あ、そうですね。座りがいいからと思いますよ。ということでございましてですね、本日は視聴者の皆さんと一緒に楽しむゆかりさんのお誕生日、生配信ということでございますよ、うん。そうですね、基本的にはみんなこんばんはしか書いてないですね。あれじゃない、ほらタイムラグあるやつでしょ。そうだ、ね、よくわかんないけど随分のタイムラグあるのかな。どのぐらいあるんだろうな。44歳のワンショットとはって言ってるから、うんうんうん、結構な。そうだね、若干ちょっと長めのタイムラグだと思いますが、ね、皆さんにですね募集中のメールテーマというのが、はい、存じ上げている方も、いらっしゃるかと思いますが、2つございますよ。さあ、まず1つはこちら、じゃん、はい、誕生日のお祝いメッセージです。大変、はい、なんすか、カメラマンさん1人しかいないの。3台カメラね、あんの。そうなんですよね。で、そのね、3台の間に、なんて言うんだろうね、その片付けられない家みたいな。4台でなんかとっちらかってて、そうさっきからね、その歩くたびにつまずいてるんですよ。カメラマンさん1人しかいないから前通った方がいいんじゃないですか。ダメでしょ。ちょっと待って、先にさ、なんでこんなことになってるか言ってよ。私、いいよ、ね、うん、ワンショット、あ、それは切り替わるんだね。それはそうだよ、固定だもん。あの人のやつだ。イベントを昨日の夕方ぐらいに、はい、なんか中止にしました。しました、はい、でそこから私がちょっとわがままを言いまして、はい、生配信はできないのかと、うん、普通はできないです。でそっから動いてもらったのね、はいはいはい、だから、人が全然いなくって、うん、そっからね、うちの会社のあやや と、はい、ぬるぬるささぎっていう、はい、人が、そう、ささくも昨日急に言われて、はい、はぁみたいになって、うん、でそっから手配とかしてくれたから、うんうんうん、本当になんか、今日は、うん、鷲崎さん、あなたはいつも何司会の仕事タイムとかをすごく守る、はい、いや、やってますとか、なんか、うん、パキパキとなんか進行していく、パキパキと、そうだね、決まったことをパシッとこう決めていく、それ今日ないから。あ、マジで。いやいや、あ、そう、 なんていうの、急激になんかその楽な気持ちになってきたけど、なんていうの、ね、番組なんだけど、今日は生配信なんだけど、なんかこういつものなんとかの番組ですみたいな感じじゃなくって、なんか今日はみんなゆかり誕生日だから、うん、チヤホヤしてくれと。はい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 、そういうやつだから、うん、お家でね、なんかこう誕生日会やってるみたいな感じでね。そう、そうですね、はい、その台本見た限りもそうでしたよ。でしょ、何かガシってやります。なんとかのところコーナーみたいなやつないです。うん、そう。それはいいかなって思って。いやいや、なんか同じ時間にね、みんなでこう過ごせたらいいなっていう趣旨だから。ね、そう、本当はそのイベントございましたけど、それがなくなっちゃったから、まあ、うん、せっかくですからね、今この場で見れてる人たちとだけでも。オンタイムで、ね、そう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 、共時性をこう味わいながらですね、非常に楽しんでいこうということでございまして、うん、でスタッフの皆さんもですね、急遽。いや、本当に急遽だよ。はい、ここだって、ここ貸してくれたのさ、そのファンクラブの会社がね、貸してくれたんだけどね、ここ借りるの決まったのね、夜中だからね。
そうですよね。夜中にうちのあややが下見に来て貸してくれるって言うから見に行きますって言って夜中に人んちの倉庫みたいなところに忍び込んでそう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 7日間戦争みたいなもんだからね本当にあの見てる人もなんか気楽に見てもらえるといいかなっていう、はい、そうですね、正直何かがすごくあるわけでも、うん、ないのでですねあの楽しんでいただければそしてあの誕生日おめでとう、ね、そう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 、とにかく田村さんに対するおめでとうの気持ちメッセージをですね、はい、ちょっと戻りますけどそうそれ、はい、誕生日おめでとうございますすごいうまい戻ってこれたすごいもうね技術出すのもここだけだよすげーもうこれ以降はもう捨てっからこれ以降は別に俺する仕事ないからいやいやいやもうこういうのございますよ誕生日おめでとうあともう一個ございますあともう一個がですね、こちら募集メールテーマその2こんな風に、祝ってます、お家とかあとはお店とかですね、みんなで集まったり、まあ、一人かもしれませんけども、うん、こんな風に、田村さんの誕生日を祝っておりますよ、うん、と、いうのがありましたらですねどういう風に祝って、いただいてるのかもう今の時点ですでにメールとかもだんだん来てますけれども、うん、教えていただければと思います、で宛先がこちらこれ懐かしいですねこういう風にやるの本当だねフリップでこういう風に宛先やるのってそのすごい懐かしいです ね, 本当だねスーパージョッキーとかの時代ですよ2020これ読むのもすごいで、ね、minimalbd@tamurayukari.com こちらまでですね、うん、あのなんか出てますかこれなんか出てたりすんのでもそういうのちょっとできないからあの、ね、配信チームも人手が足りないそうだね無理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 追い込んでるわけじゃない追い込んでるわけじゃないのただみんながそのなんて言うんでしょうね普段はその仕事は全然してないっていう人たちがそう頑張ってやってるじゃないそうだよ本当にそうなんだよこれ僕やったことないんでみたいな触ったことない機材を一回さどうやって立ち上がるのどうスイッチどこですかから始まってそれ今やってますからそうなの、はい、あのこちらに関してはその詳しい人がツイッターにどっかで上がってるんじゃないかなそうだね誰かがおせっかいな人がやってくれてるありがとうおせっかいツイッターのどっかに上がってると思いますので、ですね、あそちらの調べていただければと思います、はい、よろしくお願いいたしますよ、そしてなんとですねメールをくれた方にはですねひょっとしたら電話がするあるかも電話どこにあんのそれは知らないそれは知らない誰かあなんかポケットから普通に携帯出したよこの人ねポケットからそのヌルヌルなんとかさんっていう人がそのこれなの普通にポケットから出したけどえこれなのこれめっちゃ個人の携帯っぽいけど大丈夫なのマジなんか繋げてみようなんか変なとこなんか Q2 みたいなやつ繋げてみようこれなんかあの18歳以上のやつとか言っていいやつ大丈夫あ、これで書けんの ね、ロック画面にゴリゴリの声優とか映ってないよね映ってないけど、なんか知らぬ絵が映ってるね、これね本当だ、本当だこれ電話ってどうやって書けんのいろんなアプリ入ってんのこれ本当だなすっごい入ってんの、なんだこれえ、これ佐々木くんのじゃないよねあ、だ06って書いてあるからなんかあれだ、借りたやつなんだね、ここでねここのやつに、そんだけよくわかんないアプリがいっぱい入ってるもうだってあれだよ、本当におんぶに抱っこだからね、これねみんなの行為に支えられてるから本当ですよ、本当にそうみんなが頑張っていただかないとね、うん、そうだよ面白いね、なんか面白いね、うん、そう、ということであの皆さんですね、あの電話するかもしれないししないかもしれない、なんかそれはまだちょっと、まあ、イレギュラーです、うん、イレギュラーです、それからですねクラッカーとケーキがお家にある方はお手元にご用意していただいておいて我々と一緒にタイミングで鳴らしたり食べたら楽しいんじゃないか、うん、これはツイッターに書くべきだったですねそれただまあもう一瞬で終わるけどねそうだねたまたまクラッカーある方は分かりませんけどもねそうねあまあということでございましてですねぬるぬるっとあの始めていきますんでですね、はいはい、あんまりこう堅苦しく見ないでいただければと思いますよ、うんうん、ということでございまして、最後までよろしくお願いしますみんなでお祝いしましょうではでは、早速ですね届いてるメールなんかをご紹介したいと思いますよはいちょっと待って、うん、もうね全然時間が読めないのそうねだって、うんうん、そうよだって台本もさもう急に夜中に、うん、昨日っていうか今日の明け方、うん、明け方っていうか夜中にお願いして、うん、もうメールを送らせてもらう結構なバッファーあんだな、ね、まだここではまだここほんとだ結構なバッファーあるねえねえどっちやっぱおめでとうを読むべきかおめでとう読むじゃないあでもそれ田村さんに読ませんの変だね確かに俺が読む俺が読むただちょっと待って私がこれメールまとめたからさじゃあもう一回読んでんじゃねえかそうだよ待って待ってこれどっからがおめで、うん、あったおめでとうここだ俺の iPhone 持ってきておりますどういうこと何するの時間読みたいああこれ使う
じゃあでもこれ後で使うんでしょ。いい、俺の iPhone で。今ね19時9分です。 LINE とかもするし、うんうん、友達から LINE 来たら LINE とかもするし。いいな友達とか言って。いや、おめでとうだけど、これね、順番割と別にこの順に読みたいわけでもなんでもなくって。じゃあでね、なんかイラストとか書いてきてくれてる人もいて、めちゃくちゃアナログだけど、なんかこんな感じでね、見せたいね。あ、住所とかないよね、大丈夫だよね。大丈夫だと思うよ、ね、あったら消す、あったら消す。あ、すごい可愛らしいね。はいはい。じゃあ頼むよ。分かった、OK、任しといて。でも普通の、普通のメールだよ。普通のメールだよ、大丈夫、うん、いいの。うんと、ね、それでいいの。ユンユンさんでいいのかな。田村ゆかりさん、大丈夫、おめでとうございます。今回残念ながら直接お祝いできませんでしたが、うん、生配信とっても嬉しいです。また次お会いできる日を楽しみにしてます。今日のバースデーイベントで使おうと思って急いでスケッチブックを買って、書いてきました、うん、スケッチブックを書いてきました、書いていました。あのね、うん、あの書いてくれたんだと思う、多分。うん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 。なんかね、こんなの、見えないようにしなきゃな、こんな、こんな。そう、あのね、まず中止にする前の日に、うん、コール禁止を出したわけ。あ、なんか見た見た。そうだから、ネットでみんながコールできないんだったら、うん、うちわとか、うん、スケッチブックとかになんか書いて。はい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 。だから本当はね、うん、ちょっと見てみたかったんだけどね。そのなんかそのコールの場所でこっからさ、こっからさみたいな。本当はちょっと見たかったんだけど。ラップがラップがバーって書いてあって、こうやってめくっていくの。本当は見たかった。めくりの芸人さんみたいになってるわけでしょ。悲しい時みたいになってるでしょ。そうそうそう。見たかったんだけど、まあ、ちょっと中止になっちゃったから。そうだね。そう、これを逃しちゃうともう役に立つ時ないよね。何かで見るってことはあんまりないかもしれませんけどもね。そうだね。でもせっかく皆さんで書いていただいたやつは見たかったですね。そうだから、そういうのをなんか送ってきてくれたりしてる、うん、そうなんですね、うん。こちらもこのままお名前を読みしていいのかね。あ、こっちにあった。あ、そうだね。ごめんね。メソさん、ですね、ゆかりさん、誕生日おめでとうございます。今年もゆかりさんにとって良い年でありますように。私はぼっちなので一人こっそりと、ケーキを買ってゆかりさんの誕生日をお祝いしていましたという、うんうん、こちらも、ね、写真が添付されておりますね。こういう、こういう、うん、とケーキの写真じゃないんだね。そうなんだよね、ケーキの箱の写真なんだよね。って思うじゃん。その次のメール見て。なんだよ、もう出来上がっちゃってるじゃん。出来上がっちゃってるじゃん。ちなみに一人だけのケーキはなぜか2個。そう、はい、2個。あ、これ、あ、本当だ、あ、危ない危ない、ごめんね。危ないよ、メソさんちに電話かかっちゃうとこだ。かかんねえよ。危ない危ない、一緒に食べましょうっつって。危ねえ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 、もうごめんごめん。なんかアナログで出した方が面白いかなって思ったの。楽しいけどさ。楽しいけどさ。で、そしてどんどん読んでっていいのこれ。なんか電話とかする？ちょっとメソにかけよう。あ、いや、ちょっと待って、電話さ、メソさんかかりますよ。うん、ちょっと待って、あ、来た来た、メソさんかかりますよ。どう、電話の声もちゃんと聞こえるんですよね。はあ、もうこうしないとダメなの。あ、そうなんだ。え、あ、こうやって拾うってこと、私のピンマイクで。ははーん、大丈夫、ハウリングしないんですか、大丈夫。やってみよう、やってみよう、やってみよう。ハウリングしたらハウリングしたで、それもう一人目は仕方がないです。そうだね。そういうなんか歴史のもとにやっぱり出来上がりますからね。だけが、あ、危ない、言うとこだって。バカかよ。田村さん、もうごめん、ね、えもうごめん、メソ33歳だから仕方ないですよね。44だよ。ごめん、書けるよ。そんなことないよ、ね、これさ、小池栄子の一番良かった頃、はい、これさ、はい、なんすか、これね、うん、どうしたらいいんだ、なになに、あのさ、普通電話ってさ、うん、なんかあの思って、あ、これだ。で、獅子大名刺だけで、その獅子大名刺だけ喋ってる女がワンショットで映ってますよ。もしもーし。あ、かかってた。来た。もしもーし。お誕生日おめでとうございます。ありがとう。ちゃんとお祝いしております。ありがとう。一人？一人です。あのさ、はい、メソスさんは何歳になったの？44歳です。あ、同じじゃん。いやいや、33です。同じ。あのね、ちょっと誕生日早いです。あ、そうなんだ。あのね、会員番号がめちゃくちゃ若いわけ。うん、おーおーおー、いやいやいや、そうそう、本当だね、会員番号今見ても結構な数字の方がいらっしゃる中。そうなの、うん、っていうかね、もう名前、うん、知ってるもん。あ、いやいや、あ、そうなんだ。あの、安全牌だからかけた。
最初からなんか、うん、なんかちょっとわーってなったら困るでしょ。そうかそうか。メスさん。いやいや、かなり緊張してます。本当？かなり緊張してます。鷲崎です。あ、こんばんは、お疲れ様です。どうも。ねえ、お待たせしました。いやいや、まさか電話かかってくるとは思わなかったんで。すごい。メールですいません。すげえ喋ってるもの。すげえ喋ってるもの。みんなには聞こえてんのかな、電話の声。聞こえてる。よかったよかった。聞こえてるでしょう。聞こえてるっぽい。ちょっと今の音聞こえてるんで、うん、そうだね、ありがとう。ハウリングとか起きたらあれだからね。さすがだね。ハウリングチェックメソッドだからね。なんかありがとう、嬉しい。なんかいや本当お誕生日祝えて嬉しいです。ありがとう。直接祝えて。なんて言ったらいいのかな、はい、ね、だってこの会員番号っていうかもうあれじゃん、もう最古さんだから。いやいや番号的になんか自分の周りにもっと若い人ばっかりなんで、なんかね、うん、一番最初にファンクラブを、ごめんね、メス君置いてけぼりになっちゃうけど、最初ね、そもそも一人のファンクラブじゃなかったのよ。で、まあ、大和なでしこっていうユニットのファンクラブから、はい、懐かしい、まあ、一人ずつのファンクラブにしたわけ。そしたらさ、まあ人気の差が激しすぎてさ、うちのファンクラブ1年目1000人いなかったの。おお、いい話ですな。な、からの番号見て。おぉ、すごいね。だからもう1年目からいてくれてる。なんかその、いや、ちょっと持ち上げてもらって申し訳ないんですけど。待って、2年目からなの、もしかして。すいません、2期からです。だってね、そう、キワキワなんだよね。だって900番台だもん。そう、ギリギリ3桁、ね、ギリギリ3桁だよ、サイコさんじゃねえのかよ。じゃあな。ありがとうね。なに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 、いや、1期だったかもしれない。なんやねん、どっちやねん。そう、2期です、2期です。嘘だよ、ありがとう。はい、おめでとうございます。はい、じゃあなんかこれからもなんかよろしくな、いろいろ。応援します。はい、じゃあね。はい、失礼します。はい、ピッ。こんなうかつに電話すんだね。まあ、なんか最初だから。こんなうかつにかかってくる可能性あんだ。そうだね、とりあえず最初だったからね。おっかないね。うん、うん、でもなんかそのファン、なんていうの、サイコさんというか、そのサイコさんじゃなかった、サイコさんじゃなかったけど、でも2年目からだった。カンブリア期って感じするよ。多分1年目は黒猫同盟しか入ってなかったんで。あ、俺しか笑ってない。知らないからみんな、今の、ね、今の、ね、今の、ね、そこそこ面白いこと言ったんですよ。歴史が分かってるからね、そこそこ面白いこと言ったんですよ。いろいろ読んでみますよ。はい、ももさんだね。ゆかりの誕生日おめでとうございます。ゆかりのお誕生日をお祝いするのが今年でなんと20回目です。あ、サイコさんじゃない。でもね、会員番号はそんなことない。月日が流れるのは早いものですね。イラスト描いたので見てほしいです。よろしくお願いします。はい、ご自愛ください、応援しております。だって会員番号は書いてあるけど、うん、隠さなきゃいけないとこある。会員番号は隠した方がいいの。あ、隠した方がいい。じゃあこうだね。はい、こんなね、こんなね、素敵な、本当にみんなイラストも描いてくれて ね、そうなんだよね。嬉しいですな、うんうん、もう一枚ぐらい行こうかな、うん、もう一枚ぐらい行こうかな。なんで俺これ時間読んで、俺が勝手に書いた時間を勝手に守ってんの俺。その理由がどこにあんだと思うよ。そうだね。やってんだけどね。こちらもん、よし、じゃあゆかりがどんな過ごし方してるか勝手に読もうかな、うん、あ、これかわいいけど。なに、これかわいいけど、ね、お名前も読んでいいんだよね。うん、あ、わかんない、うんって言っちゃったけど。ペンネームが書いてないからお名前を呼んでいいんだと勝手に思うが、香山さん、生配信ありがとうございます。きっと鷲崎さんやスタッフさんからも盛大にお祝いされてる方だと思いますが、割とシーンとしてるけど、ね、自分は絵を描くことやボンカメすることしかできませんが、お祝いする気持ちでいっぱいです。健やかに楽しい日々を送ってくださいというのが、多分こちらがその、そうそうそう、2枚目に出てるはず。そうだよね、うん、こちらがそうだと思います。可愛らしいね。はい、可愛らしい。いいな、俺イラストに描かれることほとんどないからな。そうやって言ったらさ、描いてくれるんじゃない、俺の、うん、イラスト、うん、なんかその顎を極端にそのカリカチ笑いされたやつ、そう、イヒクメが描く俺みたいなやつ。こんなやつ、こんなやつ描かれるけど、うん、なんかありますか。うんとね、これ過ごし方なんだけど、はい、うんとね、ああ、顎鉄さん。おう、タイムリーだね。ね、ゆかりさん、鷲崎さん、こんばんは、はい、ゆかりさん、はいはい、お誕生日おめでとうございます、うん、ゆかりさんにとって素敵な日々が続いていくことを願っています、はい、今日は自分の部屋でライブ DVD やフェスのブルーレイを見返しながら、はい、この生配信が始まるのをひっそりと待っています、
私はもともと鷲崎さんの番組のリスナーで、そう2年前にゆかりさんがアビスパのユニフォームを着てゲスト出演している姿に衝撃を受け、ね、王国民になることを決意したのでこの配信がとても楽しみです、ね、配信を見ながら全力でお祝いしようと思います、はい、だってありがとうございます。今ねものすごいバッファーのせいで、うん、今ねここに書いてる書き込みが先ほどの田村さんのクレネコ同盟の下りだったもんだから、あじゃねえんだよ。あじゃねえよ。こんなもんかな。一回こんなもんにしましょうかね。そうだね。一回こんなもんにしましょうかね。ということで皆さんメールどうもありがとうございました。ありがとうございました。お、暗くなった。なんだろう。なんか中途半端に暗くなった。芝居の基礎ができている。まさかよいしょよいしょちょっと待って、ハッピーバースデーの歌無視てけてーって何てけてお花どうぞ。あ、花まだですよ、多分おめでとうありがとうございます。うん、すごいねえ、綺麗、ね、真っ暗闇だから見えてるのかわかんないけども、これあれ、あれその風のやつじゃないんだ、風のやつじゃないんだ、ね、そう、風のやつちょっとやめてきました。風のやつ、うん、なんかスプリンクラー的な、そう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 だね、ビチャビチャはちょっと困るもんね。そうだね、本当の事故になっちゃう。ということでおめでとうございます。ありがとうございます。はい、ケーキを、運んでいただきましたのは本日のスペシャルゲスト。あ、どうも、はい、ワンマスやってますノリロングと申します。どうもどうも、どうも、この度はどうも、ありがとうございます。ありがとうございます。初めましてですか。そう、ちゃんと初めましてでございます。で、何か知らない人にお花をもらって。ね、ライブ制作の渡辺さん。ああ、そうなんですね。ああ、どうもありがとうございます。なんかね、そうなの。なんかね、今日ね、配信急にするよってなったじゃんね、はい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 、でまあ野原さんはちょっと出てくれんかねっていう、ああ、一応オファーがあったのね、オファーしたの、トマラさんの方がね、そう、ほんで、うん、あ、他はね、なんかね、呼んでもないのに、うん、あ、いいんですか、いろんな人が来てくれて呼んでもないのにいろんな人が来てくれて、その言い方は最悪だけども言い方は最悪だけども、そのこういうのがあるよって言ったら、じゃあ私もお祝いしたい、僕もお祝いしたいっていうメンバーがいっぱいいたっていう翻訳でいいのかな、すごい圧を感じる、そうだよなっていう圧を感じるけどそう、そういうことなんか本当にね、いっぱい来てくれてね、で、はいはい、なんか手伝ってくれたら本当に人いないから、うんうん、飾り付けとかもこれそう、そう、みんながなんか手伝ってくれて、そう、これ、まあ、そこそこの、その自分てめんとこの事務所とかてめんとこの会社に帰ったら、そこそこなんとか長とかさ、うんうん、そのいる人たちが頑張ってつけてるでしょこれそうだね、偉い人たちがこれつけてんだよね、そうそうそう、うん、あ、そうなの、そうなの、ありがとうございます、皆さんのご協力のおかげでございますね。はい、ということでございまして、これって食っていいやつなの、はい、でもさ、食べていいかもしれないけどさ、なんていうの、うん、切った方がよくない、そうだよ、でもすごいよこれ、みんなちゃんとこれさ、見えんのかな、これ見えんのかな、斜めにしたらダメだよね、え、待って、ザーってザーってなんない、写真撮りました、これって写真撮りました、撮ってない、撮ってない、じゃあ一回写真撮って、あ、そのカメラいいカメラだから、そう、これね、その一番高いやつ今、でも横で撮ってもらっていい、え、どういうこと、カメラを横に、違うよ、あ、横にしてってこと、だからもうこう堂々とこうケツを向けてこうやって撮ってっていうこと、あ、はい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 、ちょっと野口さん邪魔いっす、いっす、これをじゃあハッシュタグ何であげるハッシュタグ何かあるんですか、ハッシュタグ何であげる、なんだろう、みんな何でさあれやってんだろう、ね、なんかさ、みんな実況したりするでしょ、わかんないけど、ハッシュタグ、ハッシュタグ急に決めようよ、なんだろう、うん、ゆかり、うん、ゆかりん、ゆかりん、ゆかりん生配信、ゆかりん33歳おめでとう、44歳だけどゆかりん生配信中、ハッシュタグ、うん、生配信中ね、さあ、配信中で、これさ、蓋開けたら中に何か入ってたりするのかな、いや、わかんない、開けてないけど、はい、僕のツイッター、僕のツイッターでケーキの写真が上がります、切り触っちゃダメだ、あ、そうだなんか切るケーキ、これだって切らないとさ、なっていうの、ほら、やっぱかぶりつきになっちゃう、うん、毎年はかぶりついてるけど、今年はなんかそれやんない方がいいでしょ、なんていうの、あの、なんか世間的に、そう、世間、世間的にっていうか、まあ、そう、うん、そうね、うん、うん、なんていうか、もう、まあ、もう一緒だけどさ、この上でペラペラしゃべってるから一緒なんだけど、ほら、上がりました、あ、すごい、なんか斜めだった写真、ごめん
すごいすごい。でもいいじゃないですか。台本ガン映りだけど。台本ガン映りだけど。たまにこうやってじゃあ教授、今日俺こうやってあげるよ。すごい。なんかの写真を。すごいですね。はい。元気ましたよ。これ何どうしたらいいの？ケーキ食べたいけど切るの？このちっちゃなやつで。いやこのケーキを。似合うわ。だって見て高さおかしいでしょこれほら。たまりさん、行ってみましょうか、ね、似合うな。刃物似合うな。後ろにハッピーバースデー後ろに輝くハッピーバースデー刃物を持って笑う女田村ゆかり楽しまってきたな待って待ってこれどうしよう、はい、これ今自分の分、うん、自分の分ね、うん、あれちょっと待ってちょっとこれさ重くなっちゃったかなあれ匂い付けのピールじゃんこんなもんそのねオレンジのさ匂いつけるちょっとさそれスポンジがないかまぼこの黄色いとこじゃん黄色じゃない ピンクかあれだチャーハンに入ってるやつそうだうん終了いいんですか終了のりちゃんどんぐらい食べんのちょっとでも多分だけど切ってくれると思うよん本当にそれは切るでしょ本当にあじゃあ私たちだけ自分が食べるとこ切ろうそうしようよそうしようよ、うん、ねうん恐縮ですけどああもちろんですさっきからカチャカチャ言ってるなと思ったどうしようかなカチャカチャ言ってるなと思ったよしちょっとフレームアウトするよ最悪だよなんだよこのツーショット今日わざわざこの番組見てる人のためにさなんだよこのツーショット年寄り2人がさしかも初対面だからそのこの2人ならではの掛け合いがあるわけですらないんだぜ、うん、ああ。じゃあノリさんのやつさ危なくないちょっと待ってちょっとごめんなさい待ってはいこれさあとフォークはいこれさ、うん、でもバーンってなるよねノリ、うん、さんは何ができる人なんですかノリさんねノリさんねノリさんノリさんだけど名前にノリ入ってないからノリさん一応ギターなんですけど、ね、ああそうなんですね一応ギターなんですけどギターの人ってでもすごく器用だってイメージありますよねでもなんかギターじゃないことをやることが多いんですびしゃびしゃじゃないですかノリさんねいつもこうなんそうあとねちょっと暑いよね、まあ、確かに暑いけど今海から上がる両生類みたいですよこれがねなんでかっていうと、はいはい、さっきまでこれをね5分ぐらいこの状態でなんで5分ぐらいずっと待ってそういう経緯に服してる人じゃんもうスキープしながらプルプルなっちゃったあじゃあお預かりしますじゃあ俺もあエアコン入ったあと音を気にしてたのもしかして言ったら入るんだなそうだね背中向けますどうぞ大丈夫私がこうでも私映ってなかった手元映ってるあっという間だし完璧じゃない確かにうまい本当だうまいなんでですかえそのなんていうのそのここが違うじゃないですかケーキ食べよないけども本当だよ切るよあもうない切るんだ大丈夫どこ持ってこうかな、うん、俺なんてもう完璧ケーキちゃんとケーキな感じしてるよ俺ケーキらしいな、うん、ああ怖いからああ怖いからナイフを持った女がぐるぐる回ってくる同じじゃねえかよさっきと同じじゃねえかよあの鮭の皮の端んとこが好きな女だよそれもあそこパリパリしておいしそれだけをただ食ってる女だよそんなのあれ誕生日生配信ってこんなだっけなんかもうちょっとそのなんかハッピーとおめでとうにハッピーとおめでとう全部取ってんじゃんお角全部取ってんじゃねえかよなぜ角を取る全部取ってんじゃねえかよいや全部原部も朱雀も鳳凰も全部取っちゃってんじゃんよし食べよう君はさそれでいいのかケーキ見えてるもうほんとさちょっとまあ俺もその無視する嫌いあるけどちょっとカメラのこと考えなさすぎだよねよしいただきますはいいただきますハッピーバースデーありがとうございますありがとうございます立食だ あれじゃないみんなクラッカーとか用意しとけって言ってあ本当だ何にも無視してるやるもここじゃないここしかないじゃないの本当だ、うん、何にもないな、うん、じゃあ一応ハッピーバースデーハッピーバースデーハッピーバースデーゆかりハッピーバースデーハッピーバースデー後半だけやんな後半だけやんなっつってノルマかよ
ちゃんとやるからハッピーからいくから行きますか。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうパンパンパンにしましょうか。皆さんで、あの見ていらっしゃる皆さんね、いいですね。返事しろよもぐもぐじゃねえ、もぐもぐじゃねえってんだろ、もぐもぐじゃねえおい行きますよ、はい、ダンチャチャン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 、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユカリー、ぼーっとしやがってハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、はい、みんなパンパンパンと、はいはい、そうですよ、今ですよ、今ですよ、クラッカー、今クラッカー、さあほら感動にむせび泣いてるもの、ありがとう。むせび泣いてる。なんか甘い泡だけ食った女がさ甘い泡だけ食った女がよし、じゃあこれとりあえずどっか置こうかな。そうですね、どっか置こうかな、うん、ね、片付ける片付ける、はい、了解です。で、ね、じゃあ、てん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 、はい、田村さんがやった。あ、机じゃないのね、はい、ケーキね、元ね、元ね、こんな知らねえやつの背中映ることありますね。よし、そう、一応あれとか聞きますよ、はい、なんかどんな1年だったとか、今年のなんとかみたいなやつ。うわー、そうだね、そうだよ、こもう30分経って、早いね、早いよ、ほう、これは早い何なんだっけ、あんだっけ志村スタイルうわー世代だわ、志村スタイルだもん来年はこんな1年にしていきたいとか、今年どんな1年にして、来年、そうだよ、来年って、早くない、来年のこと、来年っていうか今年、ごめんごめんじゃあごめんごめんなんだろう、今年は、うん、はい、ね、うーん、待ってますよ、うん、いい答え出ると思ってますよ。なんかね、なんか33の年は44歳になって、うん、33になってちょっとなんかこう、いろいろ物忘れとかが多少なりとも出てきたから名前思い出せないとかわかるでしょ、わかる、だから、うん、メモを取る今年のですね、抱負目標はですね、メモを取る、忘れないように、ね、はい、頑張ってください頑張ります頑張ってくださいじゃあですね、はい、ここでそうだな、じゃああの映像のやついきますか、映像、映像、あの映像いきましょうかね。なんかね、ここでね、そのイベント内で、皆さんに見ていただく予定だった映像っていうのがあるんですけども、これだけがイベントの内容と生き残ったやつ生き残ったせっかく作ったからやつがあるんですよね。これどういう、何の映像なんでしょうかね。だからね、誕生日だから、うん、なんか好きなとこ行っていいよって言われて、おうほうほう、で、どっか行ったやつです。おお、じゃあ見ていただければ分かるわけですね、うん、じゃあここからちょっとね、映像見ていただきますんで、じゃあ映像振りお願いしたいと思います。じゃあ田村さんお願いします。え、下手かここ手挙げて、手挙げて、僕の通り9くださいって人手挙げてください待って、なんか照明の人手挙げて、周りが手挙げて照明の人、照明の人に9やったらどうなるの、暗くなるだけだろ照明の人に9だけ、照明の人にどうぞって言ったら暗くなるか、本当に9欲しい人が手挙げ本当、本物はこの人、本物はこの人なんだ、スタートー今日は、バースデーイベントの映像で、好きなところに行っても、ちょっと待って、カメラはどっちですか。今日はバースデーイベントの、映像で好きなところに行っていいよと言われたので、少しでも暖かい沖縄に行きましたが、とっても寒いですということで、なんかブラブラっと適当に好きなところを、好きなところなのか連れて行かれるところなのか分かりませんが、入り混じってるとは思いますが、ブラブラしている映像をお楽しみください。それでは始まります。
同じだね。同じじゃないんだろうけど。怖っ。あれじゃね、感覚ないんじゃない？すごい、大きい。ひらくちゃん、青いやつね。食べたことあるよ。青も赤もある。この青のね、種類の。そうなんだ。なんで色違うんだろう。何食べたいですか、有田さん。魚。ご飯食べますか。食べない。え？散々見たのに。いただきます。八重瀬公園。待って、どうしたの？写真とかじゃないの？イエーイ。終わり？はい。桜咲いてるかな。あ、これね。桜じゃない？これ。え、なんきつい。なんだ？これ桜咲いてたら綺麗なんだろうね。怖い、くだり。ここが一番咲いてるよね。一番入り口が。なんか枯れてる。沖縄ワールド行ってみましょう。これさ、シーサーとコマさんって違うのかな。でもさ、似てるよね。キングダムビレッジってさ、王国なのか村なのかどっちかにしろよっていう感じない？どっちだよっていう、国なのか村なのか。天然記念物だって。どういうこと？あ、洞窟？これ洞窟行けるの？王国村別に行かなくていいわ。だって私王国村にいるもん。鍾乳洞だって。うわ、すごい。なんかさ、ディズニーランドみたい。これって本物なんだよね。ん？乾燥？暑い。あ、ここ危ないんだ。私今石灰水を受けてしまった手に。だからもう私固まるわ多分。これ本当に自然のものなのかな。水。なんかよく邪魔しとかやってないのかなと思って。おー、なにこれ、なんで水急に出てきた。湧いてんのかな。なにこれ。あ、うなぎがいるんだって。どこ。あ、いたー。くぐれ。うなさん、うなさん、ほら来た。かわいい、かわいい。うなさん、うなぎ可愛かったな。うなぎ見れたから入ってよかった。うなぎ可愛かった。うなぎ、うなぎ可愛いな。ニョロニョロして可愛かった。顔が可愛い。あ、そして王国村へ誘われるんだ。ほら、バニラ。バニラだよ。バニラだよ。バニラ、バニラだよ。サザエさんの猫が出てくるとこ。こういうこと？
美味しそうじゃないこれ。え、豚と牛どっちが美味しいんだろう。何個買おうかな、私。何個だったらいいのじゃ。これヤシの実？そう。すごいね。写真撮ってあげよっか、みんな飲んでるとこ。大丈夫？いっせーのせっ。はーい。後ろめくっていいよ。なんかさ、シーサーさ、コマさんだと思ったら可愛いよね。こんにちは。すごい。一人です。そうですね、右手でこのここはい、中入れていいですか。で、親指だけこっち出していってください。こう、はい、じゃあ私が持ってるところ抱えてあげてください。どこですか。こっちですね。ここじゃあちょっと持ち上げていただきましょう。はい、じゃあ、こちらご覧ください。いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。はい、じゃあお連れ様お写真撮っていただいて大丈夫です。さっきのように持ち上げていただいて。なんかね、お財布みたい。柔らかい、柔らかい、柔らかいですか。ね、重い。あ、海じゃん。見えない。合コン技してる。来てた。これってこう？あれ？どっち？写真でしょ。パイナップルが可愛い。ペイ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 って書いてある。違う、私これだもん。それかこれ。おせんべい。わ、すごい。わ、うわ、なんか悲鳴上げてる。入ってんのこれ。お
桜綺麗だったよね。氷上入道みたいなやつ。化石広場、うなぎ。ヘビ。うなぎ。おー飲んでんじゃねえよ。はい、皆さんご覧いただきましたけどもね、冬の沖縄に、そう沖縄、はい、行ってらっしゃったということでございまして、いいっすね、あったかいとこ行きたかったの。あったかかった？寒かった。めっちゃコード着てたもんね。寒かった、うん、そりゃそうだろうね。あ、それはそうなんだ。そりゃそうでしょ。沖縄なんだと思ってるんですか。びっくりするぐらい。南半球だと思ってる。あったかいのかと思った。全然常夏じゃない。そりゃそうだよ。当たり前だよ。知らなかったな。寒かったよ。うわー、そうですか。よく事前にチェックしなかったね。そうだね、なんかあれだね、まあこれはほら基本的にはもうお客さんの前で見せるもんだったはずのものをですね、あの見てるんであれですけれども、まあそうだな、やっぱり気になるところチャーハンですかね。チャーハンのくだりですかね、田村さん。いや、チャーハンに関してはイカレは魚が食べたかったんだけど、うん、食べればいいじゃないですか。いや、うんじゃなくてさ、なんで時間がかかるからダメって言われたんだ。どんなスケジュールで行ってるんですか。あんなとこ、あの市場って、だって時間がないからダメって言うから。あそこで買ったやつを1階の市場の1階で買ったやつを2階のところね、食堂持ってったら、そうだよ、あれが醍醐味なのに。俺だってあれで、俺ヤシガニ食ったもん。ヤシガニ、ヤシガニ、どんなやつ、あの丸っこいやつ。そう、丸っこいやつ、大きいやつ。あの俺が食ったのはそんな大きいやつじゃなかったけど、そう、ヤシガニ結構高かった。5000円ぐらいして高いよね。高かった。でもそれが醍醐味じゃないですか。そこで買ったやつがすぐ調理できるっていうやつが、うん、チャーハン買っちゃいました、ね、チャーハンになってね、うん、意義申し立ての顔ですけど。そうか、それはまあ、じゃあまあそれはいいですよ。はい、うなぎはあれわかんない、急に全然洞窟関係なさそうなのに急にうなぎが、しかも水槽になんかいて、おーおーおお、じゃあ見るかみたいな。そもそも夏じゃないわ、冬の沖縄にどういうイメージがあって、うん、何しようと思って行ったんですか。なんか、あったかくて、あ、桜が見れるっていうのは知ってたの。1月とかね、下旬から見れるでしょ、はいはい、だから桜が見たかったの、うんうんうん、寒いから咲いてなかった。もう本末転倒でしたね。咲いてるはずなのに咲いてなかった。うそうだね。で、桜の代わりにうなぎ見てた。うなぎ見た。なんかそのどれぐらいカメラ回して、まあ、何を撮れたかとするか俺が決めることじゃないけど、うなぎ長いこと使ってんなと、うなぎ長いこと使ってんなと思って見てたけど、いや、あじゃなくて。あと、ごめんね、どうでもいい、これ現場にいたらこれ言ってただろうなと思うことが軽いやつだよ。君、タマのことサザエさんの猫って呼んでる。本当だ。あれでもサザエさんのタマじゃんと、サザエさんの猫のやつって言うからさ、まだ名前覚えられてないんだと。あのね、メモる。メモっとく、それタマ。まあ、ごめんごめんごめん、これちょっと地味なんですけど、ちょっと気になったもんですから。そうですね、もう、まあ、じゃあ別に、でもね、そんな気にならないわね、うん、今のは気にならなかったね。今のはっていうこと、なんか気になることあったありました。いや、だって俺沖縄が、冬の沖縄がだって、はい、そんな気温だと思って、なんか常夏だと思って。その人はハワイに行ったから、うん、ハワイ暖かかったからでしょ。ハワイ暖かかったですね。もうその全部がハワイだと思う。それはそれでもうそういう病気で病名ついちゃいますよ、病院行ったら。それ飛行機でこう行ったらもう暖かいじゃないですか。そういうもんだと思ってたもんね。でもイカレも割とそんな感じだった。汗びしょびしょ、これやっても暑いし、汗びしょびしょなんだ。、うん、あとヘビのくだりね。ヘビは首に巻きたかったの、あれは。なんか、ね、ちょっといまいちね、音声がこう聞こえないとこもあって、ちょっとね、取れ高気にしちゃったんだよね。なるほどね。本当はあの怖いしさ、巻きたくなかったんだけど、取れ高を。そうか、まあ、うすうす感じてはいたけど。
うすうす。なるほど、なるほど、桜が咲いてなかった時点でなるほど、もはや何もないないなっていう感じがしてたけども、あと土産もね、あの私これだもんで爆乳 T シャツ、まあフロアの 2,3 人がケラケラって笑ったどういうつもりで笑ったんだって話だよね誰だか、まあ、犯人探しはしませんけど、まああの辺だよね、今日のフロアで 2,3 人が、ね、これ本番だったらでもあそこ私これだもん巨乳 T シャツドッカーンだったんですそうだね、お客さんがいたらね、そうだよ、お客さんはドッカーンそうだね、ゆかりまたまただったわけですよ、あそこの反応がもうお客さん、うん、オタクの反応だったもう間違っちゃいないかそういうことだな、だったわけですよ、言ってみりゃね、なるほど、まあ僕もちょっとあの以上見ながらですねメモしたんですけど、それぐらいかなあとバニラバニラって一応書いてあるわあの歌実はよく知らないんだよね、あそうなんですか、そう、うん、知らない、バーニラまでしか分かんないずいぶん早めで切り上げたな、ずいぶん早めのディレクターズカットだったなそれ思い出せない、ということでございまして皆さんね、うん、いかがでしたでしょうか、本来だったらね、お客さんと客席でですね、あいいんですよこの通常とは絶対映さなくても基本的には田村さんが映ってるがもう正解ですからね、ワンショットかスリーショットなんで言わないで、44歳だから言わないでね、33歳に合わせてできるだけ引いてそうということで、沖縄の、ね、はい、映像、ご覧いただきましてありがとうございました、さあじゃあここからはですよ、一応まあ誕生日会という、うん、ことでございますですね、まあ一番なんて言うんでしょうね、まあ誕生日会は、まあ、これが一番王道花形というか、まあ、これが主役といいますか、うん、はい、やりたいと思いますよ、プレゼントの儀やはり誕生日といえば誕生日プレゼントでございますね、誕生日プレゼント、田村さん大好きなですね、今日スタッフがですね集まっておりまして、まあ、勝手に来てくれて、そう持ってきてる人も来てない人もいるんですけど、そうで私勝手に来てるからね、そうそうでね、持ってきてくれてる人せっかくですから、そう、直接田村さんにお渡しいただけるのがいいなと思いましてですね、じゃあ、参加される方皆さんどうぞあらあらあら誰が一番かみたいな揉めてますけども揉めてやる、はい、さあどうぞどうぞ、あ靴もそのままでいいですよ、靴もそのままでいいですよ、大丈夫ですよ、お気になさらなくて、待ってどうしたらいい、あいらっしゃいませいらっしゃいませ、さあさあさあ、こんなのカメリハしてないからもう誰がどこにいても全然わかんないですよ、靴のままでも大丈夫だ よ、 いいっすよ、そうですね、なんかそのまあ俺が言うのもなんだけどあれだね、おっさんばっかだね本当だ、なんかおっさんばっか感がありますけれども、本当だ、ね、でも女だ女に反応をする、女が来たぞあと多分ねあそこはなんかネタを仕込んでるから入ってこれないんだと思う、なるほどなるほど、そうなんだ、えどうしたらいいの、どこまで待てばいいの、ここ一旦ある程度やってからの方がいいですか、自分のタイミングで行きます、自分、あなるほどなるほど、何やねんそれ、自分のタイミングで行きますって言われた時のMC の所在なさだよね俺タイミング作る仕事なのはい、ということでどうもありがとうございます、じゃあですね、我こそはまあでも自分で一番って決めてないから田村さんじゃあ示してあげて、いやいやいや、そんなもん、わかんない、本当にじゃあ私一番に渡したいという方いらっしゃいますか、はい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 、挙手、はい挙手、はいはい、当てた、はい、じゃあ田村さんどうしようかな、どこにいていただいたらいいかな、これさでもさマイクは、そうだね、このマイクで音拾ってるから、そうだね、こっち、じゃあ田村さんこっちでそちらから渡していただくにしましょうかね、はい、いいでしょう、いいでしょう、セクションと名前を言ってもらうっていう、ですね、これね本当にプレゼントをもらうは台本に入ってなかったんだよ、そうそう、で人がいっぱい来るんだったらやるかみたいな、そうで誕生日だったらやっぱりプレゼントをもらうが一番、そうそう、そう一番グッとこう上がるところですから、それをちょっと皆さんにこう共有していただこうということで、さあではセクションとお名前を、誰だろう、見たことない、こんな10年ぐらいお世話になってます、照明の平です、おめでとうございます、ありがとうございます、やったー、まさか生放送でお渡しになると思ってなかったですよね、フラッと寄ったんですやったやった、照明機材でしょうかねありがとうありがとうございますねえ、さあ2番目私はっていう方いらっしゃいますか、いない、いない、はい、はい、さあね、毛先を遊ばしてますよいじられてる私あれでも
をこっそり五右衛門って呼んでるから。聞いてますバレてる。かぶいてますね。かぶいてますね。さあ、はい、セクションとお名前を言ってから、はい、ファンクラブの金谷と申します。はあ、ファンの方。違うよ。ファンクラブの会社 の, 運営 の, 方担当 の, 運営の方、メロプリの担当の方。なるほどなるほど。さあ、ありがとう。嬉しい。なんだろう。嬉しい。なんでしょうね。裏輪の何かじゃないですよね。あ、これはなんかそのヒントがどこかに隠されている。いや隠れてないでしょ。ヒントがどこかに隠されておりますよ。ありがとうございます。やったーねえ、後で開けていいやつ開けちゃおうぜ。人のプレゼントに出してなんだけど。ちょっとここに置いてていい。人前でバンバン開けちゃおうぜ。いやいや、さあ我こそは3番目。あ、はいはいはい、いらっしゃいました、はい、いらっしゃいました、はい、さあセクションとお名前を打ってから、はい、制作の渡辺です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。わーい、やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。これは分かんないですけど、高いイメージがありますよ。やったやったー。大人がくれるちっちゃい服のやつは高いやつですからね。小さなつづらってこと。だからでかい服をくれた人は地味猛烈ありますよ。そんなじゃん。あーでかい。あーでかいですよ。あ、チミ毛量だ。チミ毛量が。チミ毛量入ってる。かわいい袋。はい。じゃあセクションとお名前を。舞台監督の小林です。おめでとうございます。ありがとうございます。なんかチミ毛量ちょっと見えてる。チミ毛量。ちょっとチミ毛量出ちゃってますよ。手名付けましたね。ありがとうございます。いいですね。いいですね。さあ、どんどん参りましょう。我こそはという方。ああああああ。はい、どうぞ。コズカです。コズコズ。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー、ね、いいやつだ。何かね、そう、ね、そういう背もたれがあるところにいたんでしょうね。すごい髪の毛を一緒に。はい、さあ、あちらにいらっしゃいますよ。チミ毛量。チミ毛量だ、絶対に。映像の、佐々木です。よ、ぬるぬる。本当にお世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。置く場所がない。すごいね。置く場所がないよ。すごいね。こういう予定じゃなかったからね。そうだよ。さすがにすごいね。さあ、他にはいらっしゃいますか。はい。制作の小沢です。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いい匂いするやつ。いい匂いするね。ザボンって書いてあるもの。そうだね。そう。一回ザボンと間違えたことあるんだ。ザボンと。片方はラーメン屋ですから、ね。さあ、他にいらっしゃいませんかね。よし、終わりだ、終わり。終わり、終わり、終わり。え、終わった、終わった、終わった。どうした。歌詞覚えてないの、さては。何。あ、すごい。落ちた。田村さん、俺一回遠巻きにします。お渡しします。ごめんなさい、どなたですか。ただいまご紹介に預かりました。紹介はしてないよ。呼ばれてもらいに来ちゃった。ダンスチームです。ありがとう。ありがとうございます。そっくりかは分かんないけど、これまた今年もね、すごいね。去年はね、なんかコマさんを作ってくれて、うん、風船で。すいませんね、後ろから失礼しますよ。はい、失礼します。わ、すげえ。メキメキ実力がつくので、はい、ねえ、はい、これ誰が上手に作れる人なの。なんか誰かができるんだよね。みおちゃんができる。犬に噛まれたみおちゃん。犬に噛まれちゃったんです。出た。かわいそう。もうパンチ。あ、気をつけてくださいね。うん、結構がっつり噛まれてた。肉汁ついてたんでしょうね。レディーガガみたいな服着てたんでしょうね。みんな上手くなって。なんか彼女個性がうるさいですね。なんかみんなで持ってきたはずなのに一人個性がうるさい人。え？これ以上のオチはありませんね。撤収。撤収になっちゃった。撤収になっちゃった。これ持って帰るの君。困る。持って帰るの。困る。困る。困る。いや帰らない帰らない。はい帰らない帰らない。はい帰らないよ。はい帰らない。はい帰らない。はい、いてくださいよ。せっかくですからお話伺いたいですもんね、はい、うん、ただこれどうしよう。田村さんが一生映んないからさ。あ、でもこれいいよ。田村さんモニター見てもらえよ。いい画角。本当だ。私
ガスカウイタブレ、ね、私が言いたい、ね、ちょっと受け取りますね。ちょっと鳴り物とかうるさいからちょっと預かりますね。さあ、あなんかがパーンってパーンってなった。パニック。あはは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 。気をつけてくださいね。あ、びっくりした。さあ、あ、さっきプレゼントくれた人たちもみんないなくなっちゃったね。あの持ち場に帰っちゃった。あ、そうかそうか。持ち場っていうか持ち場があるもんね、みんなね。持ち場、そうだね。なんかいてよかったなっていうところについてくれてんだよね。今更なんですけど。あ、ちょっと。ちょっとチーム俺だけど。おお、じゃあセクションとお名前を。誰だろう。はい、誰？一応ギターの役割なんですけど、最近こういうのが多いです。ノリロングと申します。カメラ目線だ。ありがとう。重いなんか、ちみ毛量だ。ありがとう。妖怪だらけになってしまいます。ありがとうございます。ね、せっかくですから、その皆さんね、お集まりでございますので、なんか軽くなんかこうトークと言いますか。あとお菓子ください。え？いいですか？お菓子あるんですか？ケーキもお菓子もありますよ。お菓子ください。もうね、地べた座っちゃっていいから、そのダンサーズの皆さん。ダンサーズ個性うるせえよ。いいなそうだよ、田村さんもう座るとこダメだから。 OK、 地べた座ろう、地べた座ろう、地べたでしょ。お菓子持ってきてください。お菓子、お菓子ください。お腹すいた。そう、せっかくですからね、あの、うん、皆さんだけが知ってるそのファンの方、リスナーの方、リスナーって俺はラジオの人だ。一緒に食べます、はい、一緒に食べますそうが知らない田村さんの、私だけが知ってるぞ田村さんの秘密みたいなやつとか、田村さんの裏側、実はこういうところでこうなんですよみたいなのがありましたですね、教えていただきたいなと。聞いてらっしゃいますか？大丈夫ですか？このショット何なの？うわー、なんか正月みたいだね。本当だね。正月みたいだね。はい、ありましたら伺いたいと思いますよ。そちらのスタッフさんからでもいいんですからね。私だけが知ってる田村さん。あ、箱来た。あ、すごい。それだけいけるんだ。え、これ何なの？入ってさっきのケーキの上にやっぱりついたやつだよね。いや、これさ、でもこれ永遠になんかさ、こいつなんじゃない？ちっちゃいのが出てくるって。あ、でも、この中にギミックないだろ、さすがに。おお。わかんない。え、あ、なんかでも空洞だよ。え、待って。はいはい。銀色の何かが出てきたけど。あ、ああ。これケーキだ。すげえ。でも銀紙。銀紙だね。なんで？いや。どこだろう。これさ、銀歯がキーンってなるやつじゃない？誰か銀歯ある人ちょっと噛んでみてください。キーンってなったら銀紙。銀歯ある人。銀歯ある。どう？私も銀歯じゃないんだよね。わかんないけど食べてみよう。銀歯じゃないんじゃったら食べても大丈夫なし。そうだ。なんか銀歯ある？でも痛いからね、キンってなるからね。俺ね、キンってなるやつ。いや、そんなことないな。え、食べれんの？嘘はやめてください。ん？いや、ここにあるんだったら俺食べれるんだと思うけど。なんかキンってなる食べれるやつかな。飲み込んでる？キンってなる食べれるやつなんかないよ。キンってなる食べれるやつ。あ、でも多分ダメだね。うん、ペーしたらペーして、ペーしたらっていうかさ、そこカメラ入りきってないじゃん。こ、そうよ、そうよ、映んなさい、映んなさい、入んなさい。あ、いい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 い。もうそこ座んないから、もうそこ座んないから、いい、動かしちゃっても。私のスリッパ。さあ、私だけが知ってる田村さんのこんなところ聞きますよ。え、はい、そこの浮かれてる人。はい、はい、ピボーン。出会うとこ違ったら好き。すごい、出会うとこさえ違ったら好き、はい、笑ってくれてる。そういう風に指導してます。圧政を強いられてるじゃないか。笑ってくれてる。あ、そう、はいはいはい、あ、そう、本当に面白かった。はい。こっちの方が王国なんじゃないの。王国あるな。こっちの方が王国感ありますよ。みんな同じの来てるし。本当ね。あ、来てもしかしたな。はい、そう、皆さんね、いらっしゃいまして。待って、あのさ、あれあります、マイク、あの聞こえる、聞こえる、机の上に置くマイクあります？卓上マイク、はい、卓上はそういえばないですね。ここに置かない？
ここに置いたら今のところやっぱ声聞こえづらいですかね。わかんない、どうなんだろう。あ、我々ほらどうなりがしてますからね声がどうなりしてますからねそう、ギターみたい。今ちょっとじゃあ前出るとこ出たら俺偉いんですよ無視勘無視、勘無視してますけど食べていいんだよ。出るとこ出たら俺そこそこ偉いんですよ笑ってるわ、笑ってるもんこの子美味しそう。でもなんかね、今日本当にね、なんだ、全然本当はこういう仕事する人じゃないじゃん、みんな。でもなんとなく自分が得意そうなところに座ってくれてんだよね。そうなんだよね。だからさっきのマネピのコズコズとかも、なんかわかんないけど、あの音声のところになんかいるし。全然全然問題ない。うわぁ、いいな。わちゃわちゃしてるな。そうなんだよね。こんな人、その、なんて言うんだろう。もうプロが集まったユーザー生みたいな感じでいいね。ねえ、この辺？そっか、この辺にあったらいいのかな。タイガさんは気合いで喋ってください。僕はもう、そう、そう僕、私が知っている田村さんのこういうところありました、聞きますよ。知ってる、うん、そうっすね。私だけが、どうぞ。私だけがじゃないと思うんですけど、はい、田村さん、ものすごい肉食いますからちょっと待って、そうなんですか。そんなことゆかりさんもお肉食べないよなんかセロリとかを食べてらっしゃるイメージですけど、ゆかりはバーニャカウダーしか食べないそうですよ、と田村さんはバーニャカウダーしか食べないです。僕はもう20年来の知り合いですけども、基本的にはバーニャカウダーしか食べないと僕は伺っておりましたよ。ごめんなさい。お肉を食べるんですか、どっかで見たんですか。あと焼肉屋行くと、うん、焼肉屋行ってんじゃんもう焼肉屋行ってんじゃん野菜、僕ね、野菜も頼みましょうかさ、誰が来んだよって野菜も一つも詳しくないです確かにね、誰が食うんだよ、ね、違う、ね、誰が食うんだよとは言わないけど、はい、虫じゃねえんだぞナッツ頼むの気もそう言いましたね。鶏の餌じゃないかと言いましたでもそれが一番うまいって言われましたよ、ね、あったみんなゆかりの今日持ち上げるところだよ。そうですよ、そうですよ、そうですよ、みんなイメージ今日持ち上げなくてどうするんですか。イメージゆかりはナッツじゃなくてそれ、はい、コンペイトーですよね。さあ、そうでした。うー、危ない。あー、すげえな、これ危ない危ない。まだ踊ってこっちなんかうるさい、なんかうるさい。まだ踊ってるとこ見たことないから本当にダンサーかどうかも怪しいな。仕出しのエキストラじゃねえかな。ふがふ。はい、こう田村さんのこういうとこ私知ってますよ。あるでしょう。ダンスのレッスンとかでもそうあるでしょう。ダンスレッスン、ダンスレッスン、はいはい、ピンポンのその子。面白くはないです。もうやりません。もうやりません。残念ながら。福田さんのお誕生日の日だからもうやりません。なんで別の日はやるんだよ。なんで明日からはもう一回続行でやろうとしてる。ダンスレッスンをね、やるんです。でその全体リハの前にダンスレッスンをやるんですけど、結構しっかりね時間取っていただいて、はい、結構長く頑張ってやってるんですけど、はい、ほぼほぼ。はい、食べるか喋ってあかんやないか。おい濃厚な、おいおいおい、褒めろって言うてる。今日はもう田村さんを褒めるかいって言うてるじゃないですか。もうちょっともうかなんな。聞いてください、間違いない。褒めるんですよ、はい、褒めてるんですよ。褒めてるんですか、はい、すごい、だいたい今回で言うとね、1日に5時間、6時間ですよ、はい、それはすごい。で、この前うちに帰った時にじゃあふくらはぎ痛かったね、どのくらい踊ったかなっていうのを確認しましたらだいたい40分ですということは4時間20分に関しては食べたり喋ったりだ、そう、だから、うん、いかに濃密な40分だってそれで本番ではちゃんとやるかな、ちょっときっちりしてるんです。まあ皮は分かんないですけども、ちゃんとやってるとは限らない、ちゃんとやってるとは限らない、ちゃんとやってるとは限らないですし、間違えてもいると思うんですけどええとこなしじゃないか。だからそう40分で完結できるぐらい、やっぱりその覚えるのも早い、忘れるのも早い、なるほど、そうですね、旅の秘訣って言いますもんね、いらないものするんですね。プンプンってのがすごいやっぱ長けておられ
でも4時間20分食ってるってもう牛が半数してる時間です、ね、食ってもう一回半数してもぐもぐの時間ですよ4時間20分。いやいや違うんですよ、食って喋って食いますから、ね、その食って喋ってダンスかと思ったら食って喋ってもう一回食べに行くみたいな、うん、お疲れ様だ、ダンスしてねえじゃんだってあれだよ、ダンスリハってさ、うん、例えば1時に入るじゃんスタジオ、うんうんうん、1時20分ぐらいに来るじゃん私来るじゃんじゃねえ来るじゃんじゃねえ、で、うん、来るでそこからまず最初に着替えて、はいはい、パンとか食べるからねパンとか食べる、ああそう、まずエネルギー、ああそうですか、僕そのこれはねそのまあそのちょっとリハの方も行かせていただいて、うん、2時間前に行ってましたからね僕ねおーおー私は気づかなかったけど、うん、なんか歌リハやってる時にね来てたんだもんね、そう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 、そうなんです、そうなんです。椅子を出していただきました。あの時ちょうどあの踊って、歌ってをやって、珍しいですそうか、俺珍しいとこをパチッと来ていただいて見れたんですね。すごくいいところ、雪山で雷鳥見た感じだ一番結構集中しておられる時に来ていただいて、なるほどなるほど、幸せのマンタを見れた感じだねあーそうなんだ、今年いいことあるわ俺いいもの見た、いいもの見た、でも、あれだよ、ちゃんと来て、うん、着替えて、うん、ご飯食べて、喋、うん、る王道れからのラジオ体操ああでもラジオ体操やってる、そうでラジオ体操して喋、うん、り何のためのラジオ体操だって一回筋を伸ばした後何してる、だってラジオ体操するとさすごい疲れるじゃんまあ本気でやるとね、疲れるから、私ラジオ体操中もしなんか喋ってるまあ横は聞こえるよね、ゆかりさんぐらいになると多分日本で結構トップクラスでラジオ体操を身に染みてるので体が勝手にね動くんですよ、喋りながらやってその延長のトークをもう一回続けてっていう感じです、ああそうだそうだ、でもなんか、うんまあ、プロならではみたいなとこありますよね、喋りながら、喋りながらでもこうぐっとこう伸ばす筋は伸ばせるし、筋伸びてんのかな、伸びてないと思うんですよでもまあそれぐらいでもいけるという、そのあいつは俺知らねえ人があるんだなんかね、はい、やっぱちょっといけないなと思って、はい、運動しなさすぎるから、うんうんうん、だから、うん、なんか、はい、ラジオ体操じゃないやつやろうみたいな時あったじゃん、うんうん、なんか腹筋とか腹筋とかでそれをやろうみたいな時があったんだけど、なんかね、ここが今痛いで合ってるって聞くじゃん、合ってないっていうのどういうことですか、例えばさ、じゃあなんかアキレス腱伸ばすとかでさ、なんかこうやるじゃん、で今私が痛いのはここなんだけど合ってる、合ってませんね、そうですね、それはごめんなさい、ちょっと素人目ですけども合ってませんねどこが今負荷かかってるとこなの、本当は後ろの、そう、本当はそこの後ろ楽々本当だ超楽々なんなんでしょうね、そうなんですよ、うん、でこれがはい、ちょっと会話においてちょっと邪魔なんで、ちょっと会話においてちょっと邪魔なんで今日主役かもしれませんけど、これは何ですか、北のインド会社みたいなそのうまーいみたいなうわーみたいな、その爆笑問題の太田さんが出てくるところうわーみたいなやつで何なんですかだからね、結局なんか腹筋とかもやってみたんだけど、はい、うん、全然腹筋に負荷がかかってないから、うん、腰を痛めるからやめようってなってやるなと、準備運動すらまともにできないからやってしまったで最終的になんか何の運動だったらいいのかなって考えた結果、うん、プールを歩くだったわけ、うんうんうん、でさ、それね、ツアーのなんか途中で、まあ、追加公演の前とかにプール行って、ね、たらさ、膝がすっごい痛くなっちゃってプール行ったら膝に負担かかるからプール行ったのに膝が痛くなってもう行かないでって言われたの、そうなんですよ、もう想像を超えてちょっと危ないのでプロが見てても何をしてあげればいいのか分かんないですね、そうなんですよ、ちょっと理解不可能な、あ、なんで、どうやってサポートをして差し上げればいいかっていうのが結構言うよね、言われる結構言うよね、あの私マットもヨガマットもプレゼントしてる、おやおやおや、いつも渡辺さんが毎回リハに持ってきていただいて、もう持ってこないですか、渡辺さん諦めましたよね、もうね諦めたよね、私の勝ちだったそうだね、雨だれ岩をもうがつだね、でもなんかさ、どっかの公園でさ、ツアー中にどっかの公園でさ、
なんか私ちょっと一回ケーキ止めたらどうですか。ずっと会話ですから、その一回ケーキ止めたらどうですか。なんか具合悪いなって言った時あったじゃん、あの時に。もうなんかちょっと寝転がりたいって言った時に、うん、マット、マットって探しに行って、うん、なーいってなって、うんうんうん、あの時ほどマットを必要としてヨガをしろって言ってんだよ。ヨガをしろって言ってそこでは。あのあれなんです、渡辺さんが実は結構前に、さかな先生もうマットいいっすかって神妙なお持ちで、あのまあ結構幅も取りますので、はい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 、私もあ、いいっすよと。勝ち負けで言ったらね、田村さんの勝ちですからね。もうそこでマットがあればね、うん、よかったね。ないから仕方ないから、もういっぱい楽屋探して和室の部屋があったから、うん、和室の部屋でこうやって寝てるんですね。ありましたね、あった、うん、なんかその、なんだろうな、ちょこっとでいいです。元気なエピソード。その、誕生日だし、みんなも お祝いしたいな、おめでとうと思ってるから、心配にならないエピソード、一個でいいから、なんかないですか、もらえませんかね。なんかないですか。あとなんか別に私に関わんなくてもいいけどさ、なんか、うん、あーね、なんか、うん、うーん、なんかないかな、このチームの裏側ね、この田村さんをこう支えるチームの裏側。じゃあもう最悪田村さんに関わる、はいはいはい、田村さん、私のことじゃないから、もしかしたらあのファンの人全然興味ないかもしれないけどさ、何でしょう、はい、あの誕生日ドッキリ、あーありました、ありました、誕生日ドッキリ去年のね。そうなんです、ダンスみほちゃんが、はい、ツアー中にお誕生日を、はい、迎えまして、返済の場所にほくろがあります、ね、これセクシーなところに、これ神様がこう丁寧に置いたみたいな場所にほくろが終わりですね、はい、うちのセクシー担当みほちゃんが、そうなんですか、それはちょっと感じ取らなかった。それはちょっと今のところどんぐりの背比べだなと思ってるんですけど。そうなんです、はい、でそれをその場所にライブ会場に行く途中に、はい、こうみんなでこうみほちゃん以外に4人でこう話し合って、はい、ドッキリをしようと、はいはいはい、でドッキリの仕方をですね、はい、あのなんていうかそのちょっと抜かないでもらっていいですか。それコメント、コメントで書いてました。コメント、あ、コメントで、さかなちゃん喋りすぎ。喋りすぎだぞ。そんなことやると、君らがちゃんとそのセリフ割りをしたこれを喋ればいいな。一回とか続きを、ね、ほらどうなるか、見た、ほら見たかと、ほら見た、私が喋りたいから喋ってるわけじゃないのよと、ね、一回ケーキを置けっつってんだよ。なんで喋んない間はケーキを食っていい時間だと思ってるんだ。やってみて、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 私じゃなくて仕掛けてくれた人が、そう、みんながね、ドッキリでなんかだだ、ま、ドッキリだから騙すやつじゃん、うん、でなんかよくわかんないんだけどね、うん、すごい怒られてたの、うんうん、めっちゃ、そうなんです、もう誰から、はい、みんな怒られるドッキリ、みんなさんから、うん、あ、めちゃくちゃ、そうなんです、うんうん、なんかもうね、よくわかんないことで怒ってて、下手くそか。あれでしょ、なんか一回死ぬ、一回あれでしょ、死ぬほど落としてあげる作戦だったでしょ。そうなんです、すごくかいつまんで言うとそういうことなんですけど、でもね、そうは思わないじゃないですか。そりゃそうですよ、リハーサルして、すごい怒られて、ボコボコに言われたでしょ、ボコボコ怒ってるとこ見てたんだけど、こっそりこうやってなんか何言ってるか分かんない。怒るところがないのに怒ってるから、ドッキリだってことは田村さん知ってた、知ってた、だからなんか怒れ、なんか怒るってことだけ知ってるけども、うん、なんか怒ってる内容がむちゃくちゃ、でも怒り慣れてないんだろうね。そうなんです、うん、怒るとこ一切ないんですよ。いつもないから、無理やりに適当なこと言ってて、ゆかりさんにもちょっとお願いをして、でもういいよって言ってくれて、その途中から一緒にやなりがしてますよ。あの風船の田村さんから大丈夫です、無視あったら、うん、でお願いして途中から一緒に入ってきてくれるみたいなお願いをしてたんですけど、うん、やっぱ私の怒り方がすごかったみたいで、うん、尋常じゃなかったですよね。本当にみんな知ってたのにもかかわらずめちゃめちゃ怖くて。そうなんです、ここのさんにはドッキリ仕掛け人なのになんかビビり出しちゃってみんなシュンってなって、マジなのかなって、マジかもしれないこれは。ゆかりさんもそのあの扉がこの怒ってる、私は怒っててここにダンサーたちが、その向こうが扉でゆかりさんがこう覗くんだけど、ゆかりさんも覗いて怖い顔してゆかりさんあれメイキングカメラで撮ろうって言ってんだけど、撮っちゃダメだ、撮っちゃダメだやつ、これいいやつなのにみんなビビっちゃってってやつありましたね。あった。でその散々怒った後に、散々怒った後にてれーってきましたけど、はいはいはい、もう号泣号泣号泣でも私以外みんな泣いたんですよ。知ってたのに。だ
ってね、ビンタされた後に嘘ですって言われても痛みは残りますからね。心がビンタされてるのと同じ状態ですもんね。本番前に大号泣。よくない、よくない、そういうのよくない。ねえ、ゆかりさんも知ってたのに、心配して、嘘だって言ってたじゃないの。程度あると心配しちゃった。違う、なんか言ってることがそんなの言われても納得できないだろうなっていう言い方。言うことないのでね、結局言うことないので、うん、そう人間性の否定から入るしかないですもん、ね、内容は何にもないのに、うん、なんかもうそんなんじゃステージ上げられないから今後の人生、なんか付き合い方考えるって言ってますね。たかがその後のてってれのためだけに、その、そうですよね。人間も心に傷はついたままですもんね。心から血を流しながらの。本当に忘れられないですけど。でもそれでゆかりさんからもプレゼントもらっていただいて。なんて言うでしょう、仲がいいから生まれた悲劇ですね。よくないよ、よくない、よくない、よくない、やめよう。もうちょっと考える。すごい、やっぱ演技がすごい素晴らしい。この人この人でね、また心もナイブだから、そんなそんなこと言ったことに自分にまた邪魔なんだけど。すいません。確かに。他ありますか、他。こんなとこありますよ、チームの中で。こういうのありますよ、この人こうです、あります、この人こうです、ない。え、ゆかりさんライブ中めちゃめちゃゆかりさんのこと見てますか。ゆかりさんね、私のことめっちゃ見てて超怖い。怖いね。ゆかりさんのチェケラ半端じゃないですよね。チェケラ。あれ何？ずっと見てる。チェケラって。詳しく教えてもらって。すごい見てますよね。めっちゃ見てる。見てますよ。なんかね、今日さ、まあ、物販で本当は映像をか、あの販売する予定だったんだけど。いいですよ、ケーキ食べたい。食べたい。食べていいですよ、大丈夫。はい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 、ブルーレイをね、販売するはずだったんだけどね。それを今ね、見てる人がいたらはーってなったと思うんだけどさ、まあちょっとね、通販、ね、うん、通販ではやってるけどね、今日見れる人がいないからあれなんだけど、そうなんですね、映像を見るとね、ずーっと私のこと見てんの、のりさん。でたまに見てないことがあると逆に気になっちゃって、なんで今のりさん私のこと見てないんだろう、誰のこと見てんだろうって。でもあんまないっすよね。いや、うん、なんでそれ見てるんですか。え、楽譜書いてあるんですか。楽譜はそれなんか、それ言われることあるんですけど、背中になんか譜面貼ってあるんですかみたいな言われることです。でもなんかね、こう、はい、ちゃんと歌えてるかな。ちゃんと歌えてるよ。歌えてるよ。知らねえけど。大体が歌えてるよ。そう、一応背中からこう感じ取っちゃう。何年ゆかりにやってると思う。でもね、これ本当手元に届いたらぜひ見てほしいなって。はい、そうなんですよね。そのブルーレイディスク、そうで、これね、本当はね、宣伝するつもりとか全然なかったんだけど、今日会場でなんとなかったんだけど、本当はね、本当はさ、これ会場に直接届く予定のやつだったのをね、うん、これどっから持ってきたの、千葉、静岡、どっち、千葉か静岡、さっき取り寄せて、さっき来たってましたもんね、工場から。はい、これ、はい、これがブルーレイで、はい、こちら、見えるこちら、はい、楽しみ、はい、食べてください、食べてください、田村さん、そう、田村さん、下手、下手くそか、逆、逆。田村さん、逆です。田村さん、田村さん、ボケの種類が少ない。田村さん、そんなもの、ボケの種類少ないでしょ。これどっちが前か本当に分からない。そこだけじゃない。そこだけは違う。こうだ、こうだ。そう、そうです、そうです。そう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 。はい、楽しみ。はい、ブルーレイディスクね。本当に見たい？見たい！なんだこれ？俺がチームの力か。じゃあなんか一曲だけ見せてあげよう。本当？じゃあ。信じられん。ちょっと待って、まずはちなみにだけどさ、今ずっとね、さかなちゃんの長い話で、はい、お客さん置いてくぼりになっちゃってると思うんだけど、うん、そうだね、みんな何が見たいとかってあります？あ、ちょっと誰か集計みたいなのを、軽めの集計を見て、これ何がっていうのはさ、もうあの正確な集計じゃなくていいんだけど、目視で何があの多そうだなみたいな。何がっていうのはさ、もう何がっつったらもう大体分かってるわけ、開けていいよね、別に開けるよ、ツアーでやってたやつでもね、そうそう、ちなみにだけど、あの中身何が入ってるか多分みんな知らないと思うんだけど、あのね、かわいい、そういうの俺が番組でやり続けたやつなのに。そういうの俺が番組でやり続けたやつなのに。ほんとね、嗅いで、一回嗅いで。あー、ゆかりー、あー、ゆかりの匂いがする。いやー、いいぞ、ゆかりー。
やっゆかりん、あ、制服ゆかりんだ。ゆかりんの足ペロペロして、ペロペロしてでござる。ちょっと制服ゆかりん、ちょっと嗅いでください。ちょゆかりんのパンツ見たい。その手法、それ懐かしいな。見えない、ちょっと待って、違うのだから。なんか言った、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ちょっと後で聞きました、はいはい、チクチクが、やっぱ制服だからでしょ。まあ、予想通りだったね。で、ちょっと待って、あの一応入ってるのはチクチクが多いのは分かるんだけど、うん、うん、と、曲がまずあって、25曲、はい、おいで、なんか映像がね、あのドキュメントと、あとなんか特典映像が入ってます。おー、ね、でもね、これでもね、こんだけの情報でも田村さんが言えっていうのは大したもんなんですよね。もう精一杯だから。こんだけの情報も今まで言ってこなかったんだから。そっか、歴史の中には。あのさ、これチクチク、じゃあチクチク今から切り出すんで。ちょっと待って。はい、ちょっと時間がかかるんで、今すぐは見せられません。そうだね、そういうデータが今のところ存在しないので、今そういう切り出しの作業を今からやるので、はい、そのチクチクっていうのは、まあまあ、みんなファンだからもう分かってんのか。うん、そうだね、あとね、あの、まあ、見てもらうけど、あの普通には見せないんで、うん、みんなで喋りながら見よう。あ、OK、OK、だからうるせえなって思うかもしれない。でも仕方がないよ、ね、見たい人は買うしかないからね。そうそうそう、はいはいはい、はい、すごい楽しみ。じゃあちょっとあの作業をお願いします。ちょっとかかる、結構かかる。どんぐらいかかる？10分、結構かかるね。あ、え、もうちょっとない。本当に？あのゲームとかあるけど。ゲームやる？どっちでもいいんだけど。そう、別にね、なんかマストでやんなきゃいけないわけじゃないから、まあ、トークでもいいし、メールでもいいし。メールもか、そういえば忘れてたから、ね、さっきあったメールもありますよ。そうだね、はい、電話もつながるのか。じゃあ、こちらもですね、あ、アメリカに住んでる方からも、小林さん、日本ウイルス大変ですが、ゆかりんスタッフ、王国民の皆さん気をつけてください。イベント中止は残念ですが、生配信は嬉しいサプライズでした。深夜にニヤニヤしながらお祝いする予定です。ゆかりんおめでとう、だって。ほう、ありがとう。ね、ゆきぐまさんが実は本日婚姻届を提出してきました。これから毎年ゆかりさんのお誕生日と一緒に結婚記念日を迎えられるので、喜び楽しみ2倍です。今年もゆかりが笑顔いっぱいの幸せな1年になりますように、だって。すごい、じゃあ、ね、絶対かけない。そうだな、絶対にかけない。おめでとう。なんで自慢かよ。冗談じゃないよ、冗談じゃないよ、冗談じゃないよ。あおらしい、あおらしい、だってらんねーよ。なんなんだよ、ケーキ食うた、ケーキ食うた、さえんどこ。あうめえな。ケーキはどんな人間にも平等にうめえな。なあ、チップスターうめえな。これが一番いいよ。ねえ、かわいい。え、メールとか読むの？読んでくださいよ。どうしようかな。なんかね、集まっ、この人今も一緒にいるのかな。お昼の段階で、うん、なんか、あ、お祝い？そう。うん、ね、この子はチュウさんかな。チュウさん。今日は珍しく王国民の友人と休みの日があったので、はい、今回グッズで販売されるトワイライトシャンデリアツアーの話をしながら、うん、あ、さっきのやつね、うん、一緒にご飯を食べていますって言って、なんかこうお店に行ってる、なんか、はい、こういうね、あーいいね、そうそうそう、みんなで、うん、いいですね。だけど今も一緒にいるかわかんないよね。そうだね、うん、ね、そうだね、うん、だからじゃあ一回かけなくて。まあ電話のミッションなかなか大変だからな。そうだよね。福士さんは、まあ、おめでとうございますが、ちなみに沖縄ではお祝い事や記念日に欠かせないごちそうはケンタッキー。あ、そう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 。いいな。そうなの。ね。うん。可愛らしい。可愛らしい。ね、可愛い。ね。あれなんかすっげえ怖いやつあったんだけどな。そっちかな、なんかさ、八つ墓村みたいなやつな。八つ墓村みたいなやつ、うん、ちょっとごめんね、ちょっと、え、俺なんで今謝ったの。何も悪いことない、うん、ちょっと待ってな、あ、どれだったっけな、よいしょ。いいんですよ、ケーキ食べててね。そうだよ、これかな、甘いの、
あった。届かない。あ、こんな風に過ごしています。ゆかりん誕生日おめでとうございます。はい、YouTube 配信してくれてとてもとても嬉しいです。うん、去年のものですが、お家でお祝いしていました。どういうこっちゃ、これからもずっとずっとお祝いしたいですって。ああ、去年のバームクーヘンね。いくよ、ね、八つ赤村。はい、タッタン。こーわこーわうわー、なんでしょうね、もうそんなことするなよって言ってあげたいですよね。なんか、なんか悲しいやつ、よせよってありがとう、悲しい、いい加減にもやめろって言ってあげたいですね。ねえやはりーってなっちゃうね、ほんとだ。なんか集まったりしてる人とか、そう、来たいよね、来たいよね、そうだね。あ、俺台本がどっか行っちゃった、台本それじゃないの、ああ混ざっちゃったのね、そう、これ以降のやつ、まあいいやいいや、これじゃない、いいいい、いや、これね、それより前です、そうね、あとか、はいはい、他にもあるかな、あーすごい、あれ何これ、北海道で雪の中撮影してるやつが、本当だ、すごい、すごい、北海道なのかな、はい、チョコラビくんさんかな、へぇ、ね、電話番号あった、これ家電じゃない、家です、家電かけんのさ、結構ハードル高いね、オッケー、じゃあお母さん出るかな、田村ですね、昔の昔のラジオとかだと ねでもお願いかけましょう、同じ時間に、でもお名前 言わなきゃいけなくなっちゃうな、それ、あ、しかもさ、何々でございますって出ちゃったら、出ちゃうね、そうだね、そうだね、あ、今そういう問題あるね、家電じゃないかもしれないから何とも言えないんだけどね、怖いね、いやでももう家電だよね絶対、え、何、すごいちっちゃい声でやばいね、やばいぞ、知らねえよなんだよその情報やばいの電話かけるやつあるかな、これは女の子ちゃんかな、ふうみゅさん、イベントの準備で忙しかったと思います、今日は美味しいものたくさん飲んで食べて幸せな一日過ごしてください、私は放送が始まるまで昨日作ったうちわを振りながら、トレーラーを見てバースデーイベント自宅公演としてお祝いしますよ、今回のイベントコール禁止とメールが来た時にこれはやるしかないという家にあるものをかき集めて応援うちわを作りました、だって、うん、が女の子ちゃんだと思います、こういう、うん、ねえ、いただいておりますよ、ねえ、私この人のとこかけようかな、ほんとね、うん、急にかけようかな、急にかけよう、あー電話番号ないじゃん、あらららら、ないよね、ない、惜しい、んじゃあ残念、読むわ、ゆかりんお誕生日おめでとう、イベント中止を知った時点でホテルも新幹線もキャンセルできなかったので配信時間の19時にはパシフィコの隣のインターコンチネンタルホテルの一室におります、はい、ゆかり姫を祝うにふさわしいデザートをホテルのカフェで見繕って配信を見ながらもぐもぐしたいと思います、バースデーイベント中止で残念だけど今年のライブツアーで地元京都公演のチケットはすでに取っているのでそれまでに感染が収まりますように、最後にゆかりん17歳のお誕生日おめでとう、はーちゃん、はーちゃん44歳です随分ね、お兄さんから、ね、年上の方から44歳です、ゲームとか やりたくないねもうなんかいいっすね、どっちでもいいんだけども、ねえ、矢川さん、今日はお誕生日お祝い乗り鉄として、フラット旅に出かけました、滋賀県にある田村駅を出発して岐阜県の姫駅まで、2つの駅名を並べて田村姫です、ゆかり駅があるとうまく決まるのですがそこはないものねだり、小春日和の空の下ゆかりのことを思い浮かべながら電車に揺られておりました、だって本当にあるんだね、すごいね、すごい、姫駅が本当にあるんですね、すごい、すごいね、うん、そういうファン活もあるんですね、ね、あのさ、うん、メールが見れる端末みたいなのってないの、これ、うん、来る前に来てるやつで、事前のやつだね、そう、そうだよね、今リアルタイムに、リアルタイムで今こんなことになると思ってないけどね、こういうので見れるのかしら、このパソコンにある、それはね、今ね YouTube が見れるやつなんだよね、ダメだな、生配信すぐニコニコっていうのもおじいちゃんだな俺、あ、じゃあ、あ、な、今ね2個あるの、あ、そっちもじゃあもらっていい、
わわ言うておりますわいわい言うておりますがすごいちなみにこれどうやったらいいのかなあ、来たあ、メールあ、来たはいはい、来ましたよ、チェックするあ、そっちはそっちで見てみてカズさん、私のやつもやってお願いしますこれはそっか、カズさんの端末じゃないからわかんないかな、あー、でもどんどん、どんどん来るからこれそれだけ設定したんですこっちは設定してないあこれアイアのだよね、これ多分サフェイスじゃない違うあ、iPhone のやつだ、iPad だ、これ設定してないじゃあ一回口で見てたらいいですねでもさ、これさじゃあちょっと YouTube 戻してこれね、多分だけど同じやつ、これ見たもんさっき3回ぐらいこのメールそうあーそうなんだ同じメールを何回も送ってきてるのかもしんないけど昔田村さんと昔田村さんと誕生日ごとにあのお互いいらなそうなもんばっかり送り合ってる時代ありましたこんなでっけえレゴもらったな開けたまだ家にあるよあるんだこれは本当にどうしようこんな風にお祝いしてますって来たのがタクくんかな、はいなんかね、居酒屋に、あ、王国民で居酒屋に集まってお祝いしてますおぉこれだねこれおぉすごいかけてみるかけてみる本当に大丈夫かなまだやってっかなね、そうだねそうだねやってるでしょあと、居酒屋で思いっきりビーズとか流れてるから確かにでもそれはそれ聞きたいダメだよダメだよ俺の iPhone で聞けた聞きたいじゃねえよ好きなもんで好きなもんでじゃない意味なく写真撮っとこもしもしはいタクくんですかあ、そうですあ、そっかラグがあるからあ、そうだあ、そうですそうですそうですあ、ゆかりんだよえ、ゆかりんありがとうございますえ、みんな集まってんのすごいあ、集まってます、集まってます何人ぐらいいんのえ、何人ぐらい今、いっぱいいます、いっぱいいますいっぱいいてあ今ね、十何人ぐらいですごいねあ、いいです、いいですそんなにいるのいっぱいいます、いっぱいいますちょっと配信の音が今聞こえてきてるそうか結構あるなはい、あ、ゆかりも楽しそうで何よりですあ、よかったよかったありがとうこれからも応援してますはい、ありがとうはいまたねありがとうございますまたねー締めようしそんなことある送りなさい、送りなさい以上、田村ゆかりさんでしたってありがとうございます応援しますそんなことあるあれもう盛り上がってんのにみたいなもうカラオケで俺の入れたリンダリンダがもうすぐ来るからみたいな感じになってんじゃんそうだね中断させたあれそうだねみんなに愛されてる田村さんはね見る予定だったのにどういうことだよ目にもの見せてやるよ私は、ね、私はファンに愛されてるんだぞっていうとこどんだけバシッと見せてやるよ田村さんなんだろうなんでこんなことになるんだ、うん、すごい普通に感想言ってる面白いなーって言ってます面白いなーいいですねなんかあるかな足がちょこんと出てるところこの人大丈夫かなリーボリーボ大丈夫だよプレゼントみたいな箱と、またから風船が出ている女です女さかなさん今またから風船出てる女なんでここに持ってるあーほんね、誕生日おめでとうございます、はい、イベントには行けなかったですが、はい、生配信していただいてありがとうございます、うんはいはい自宅で夫婦揃って楽しく見させてもらっていますあ、で、もう一人が笑顔が本当に可愛くて大好きあ、こんばんはあ、こんばんはゆかりんだよあ、こんばんは、おめでとうございますありがとうございます見てました
あ、今ちょうど見てました。あ、そうなんだ。なんかご夫婦で。あ、そうです。応援してくださっている。そうです。なんだよ冗談じゃないよ。いいじゃねえよ。いいじゃねえよ。はい、旦那様っていうことだよね。あ、そうです。で、奥様もなんだかな。はい、応援してくれ。今奥様は何してる？奥さん何してる？今奥さん何してる？今あの妻は夜勤前で寝ようとしてる。あ、そうなんだ。ごめん、おやすみ。あ、大丈夫です。おやすみね。全然大丈夫。そうなのね。愛してるの？はい。そう、なんかのろけとか聞きたくない。え、じゃあなんかあの音ちょっとちっちゃくして。あ、全然大丈夫。はい、こっそり見ててね。あ、はい。じゃあさようなら。あ、はい、今後も応援します。はい、ありがとう。じゃあねー。あ、来ちゃった。ズバッと。なんか言ってたの。なんか言ってたね。俺だったらちょっと倒れちゃうな。家に急にその自分の憧れの人から電話かかってきて。そんな冷静に出られないですね。ねえ。なんかね、会社の人からかなみたいな。和崎くん、三国連太郎だけど。三国連太郎。あ、ほら、イラスト来たよ。あ、ほら、ワッシーだ。すごい。こういう顔しますよねって。本当に言ってるよ。そんな情けな顔に。本当ね、両方の口角をくっと上げて笑う顔よくやってるな。でも、ね、上がんないの俺。口角に上がったふりだけしちゃうの俺。そうなの？そう、ちゃんと上がんないから俺の笑顔って基本的にね、その動きなの。静止画だと意外と上がってないんだよね。そうなんだね。意外と上がってない。ね、じゃあ、どうしようかな。どうしようか、ツイストみたいになっちゃう。宿なしみたいな。おー、配信を見る。おっさんだけ笑わしちゃった。ダメだ、電話番号ない。どうですか、いかがですか、2020年の世の中に。あ、ここにもいた。ちょっと待ってね。残念ながら。ちょっと字がちっちゃいな、これ。なん、字がちっちゃい。ハズキルーペ持ってきてね。ハズキルーペがいるな、やっぱり。ちょっと待ってね。ゆかりのハズキルーペになりたいよ。なんだそいつ。合ってる？黙ってる、黙ってる。声出しちゃダメだよ。合ってる、合ってる。サムユちゃん。ちょっと待ってね。ね、サムユちゃんが、パセラ上野店からお祝いしています。パセラ。それこそさ。もしもーし、もしもーし。女じゃない、男だ。ゆかりんだよ。ゆかりんだよ。あれ、私、ゆかりんだよ。パリックになってる。パリックになってる。いや、これさ、ちなみにだけどさ、あ、もしもーし。もしもーし。無視されて。もしもし、あのね、一回配信の音を下げてもらっていい？ありがとう、ありがとう、ありがとう。で、配信の音下げるじゃん。はいはい、もしもし。で、これって動画に切り替えることってできないのかな？おー、どうなんでしょう。みんな静かに。かけ直さないとダメ。ちょっと配信の音声を下げろ。待って、もう一回かけ直すね。でも、もう相手が、何でかけたらいいのかな。ちょっとアプリがわかんないな。なんかでもそのフェイスタイム入ってる。向こうのあのテンションの上がり方も電話すごかった。ね、そのパニックって感じ。そうなの？本当は話さなきゃいけないの。そう。フェイスタイムできない、向こうが。ダメだ。残念でした。あ、来た来た来た。これなんだけど、待って、私の顔が映ってる、恥ずかしい。
恥ずかしい。こうなんだけど、うん、そっちの映像ってさ、こっち来ないのかな。あれ、もしもし、もしも、向こうがやってないと。もしもし、もしもし、フェイスタイムできる。フェイスタイム、うん。フェイスタイムはビデオコールできるの。どういうことそれ。うん、iPhone じゃねえの。ビデオコールとフェイスタイム。iPhone じゃないからフェイスタイムはできない。なるほど。iPhone の人いる？その場に。iPhone の人。あ、iPhone の人います。あのさ、この電話番号に言っちゃダメだよ。この電話番号に iPhone でかけてきて。わかりました。はい、フェイスタイムね、フェイスタイムだからね。iPhone でかけ直します。フェイスタイムね。欲しくなった。これはタレント生配信史上割と例を見ない。待って、こうさ、こうなってると私の顔がすっごい煽りでます。こういうことだよね。マイクここにつけちゃいます。あ、そっか、マイクの音拾わなきゃこうするしかないんだ。どうしたらいいの？分かった。これがどうしたらいいの？これじゃない？なるほど。なるほど。こうして、うん、こうじゃない？全員で、あ、もうこう外しちゃえばいいんだね。そうそうそう。これさ、電話かかってこないんだけど、でもこうだ。あ、じゃあ私が前に行けばいいじゃん、別に。かかってこないの？あ、来た。応答で、フェイスタイムにしたんじゃない？もしもーし。あれ、待って、でも向こうの顔来ないよ。何？向こうの顔来ないんだけど、そっちの様子が見たいんだけど。やあ！何これ。違うよね、ほら、これじゃないでしょ。どうしたいの？どうしたいの？反転は逆か。なんでそっちの、ね、ねえそっちの映像が見たいんだけど、なんかそっちの映像をこっちに送って、映るように。焦ってる。あと配信の音を下げろ。見えてない。パニックだ。来ない。下げてる、下げてる。ダメそうだな。どうしたらいいの？タモラのファンだってだけで。来た。で、どうしたらいいんだろう。ちょっと待ってね。来た。画面そっちに見せたいんだけど。違うの、これ固定になってないから絵が。どうやったらいいんだっけ。ああ、もしもし。やってる？あー、すごーい。すごい。ちょっとみんなの顔が見たいんだけど。みんなの顔。すげー。すごい。いやあ、綺麗でした。ありがとう。なんていうか、楽しんでね、さようなら。さようなら。こうかな。いやあ、すごいね。これは私はパニックだよ。家の中に急にさ、なんか鷹が入ってきたみたいな感じ。窓から鷹が急に入ってきたような感じだからさ。鷹。あー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 って。なんか楽しそうだったね。電話面白いですね。まだ無理ですか。あ、そっか。そう、これね、そうだそうだ。そう、切り出し待ちだった。切り出しをしてるのが今。
チクチク見ようとしてんだ。そうか。そうだった。チクチクを見たいんだ。あ、まだ。もうちょっと。いやでも伸ばしてる間に時間来ちゃいますよ。結構ね。うん。そうだね。うん、いい時間。でもそれはせめてね。まあでもね。振ったんだから見るとこまで行きたいよね。ちょっと頑張ろう。大丈夫だよ。まあ配信の時間をきっちり守りたいのは分かるけど、まずケツを言っていない。そうだ、しまった。で、21時30分から自分の文化放送のラジオがあるんだけど、うちの会社の一社提供なんで問題ないです。心強い。なるほど。 あとは俺が夜な夜なに間に合えばいいじゃん。そういうことです。文句を言うスポンサーはいません。だからちょっと文化放送の人ごめんねって思うけど。了解了解。そうです。ちょっとだもんね。なんでじゃあね、この人にかけてみる。あ、お肉。あのね、お肉。なんで言っちゃう。なんで言っちゃう。お肉食べたいよね。なんで言っちゃう。お肉食べたいって言ってます。確保。確保。お肉警察。お肉食べたいよ、ね。20時50分。なんで。現行犯です。確保。なんで確保されるの。お肉と。メンバーの前では手錠かけるのやめてやる。温情でから、温情でから。キヨスコくんかな、女の子かな、キヨスコさんかな。ゆかり姫誕生日おめでとうございます。ぼっち会のぼっちなので、一人で焼肉行って配信待ちのためにいろいろ買って簡単な祭壇を作りました。でも焼肉って一人だとすぐ食べちゃうよ。もしもし。あ、もうかかった。もしもし。はい。あ、キヨスコちゃんですか。あ、そうです。あ、ゆかりんです。あ、おめでとうございます。なんで。おめでとうございます。おめでとうございますかね。ちょっと待って、今最初すっごい普通に出てたのに、なんで急にゆかりんだよって言ったらちょっと気持ち悪くなっちゃった。そうさせるんだよ。ゆかりんには人を気持ち悪くさせる何かがあるんだよ。昨日通知になった時に、同僚の人にめっちゃなんか、あれ、いろいろと言われて、うん、それでなんか、もうなんか、何も出てこなくなっちゃいました。大丈夫かい？大丈夫です。ごめんね。仕事、いやでも遅くなって、それでいろいろとあったんですけど、うん、まさかかかってくるとは思わなくて、なんか、同僚の人になんかいろいろとお土産話じゃないですけど、うん、嬉しいです。知らない同僚の人にお土産をお土産話をする話だけど、もしかしてさ、遠征してきてくれてるっていうことなの。はい、もう一回いいですか。お家が東京の方ではないっていうこと。あ、神奈川です。あ、そっかそっか、よかったよかった。そっかそっか。じゃあ、はい、うん。仕方ない、そうなんですね。これはしょうがない。一個だけ聞いてもいいですか。あ、答えられることだったら。あの、今使ってる香水を聞きたいな。教えてやれ、俺バシッとバシッと言ってやれ。教えてあげないよ。じゃん。ジャンとポールとベルモットのやつじゃん。なんかね、嗅いだことないもんね。定まってないんだよね。よくわかんない。なんか5本ぐらいなんかいろいろと使い回したりしてるんで。そっか、そうだよね。そうなんですよ。ね。女子。なんかお揃いのやつを買いたいと思って、それでなんか聞いたんですよ。ね、じゃあね、ね。はい。化粧はい。何ね、一番好きなのは教えないんだけど、なんかね、すごい昔に使ってたやつがもう今廃盤になっちゃってるから、通販とかで、通販とかで見つけたら買うみたいな感じになっちゃうと思うんだけど、っていうのと、多分今もう作ってないからアルコールが結構飛んじゃってると思うんだけど、その新しく買ってもね、サラジシカパーカーのラブリーっていうすごい流行った香水あって、それはたまーに使ってる。へー、ありがとうございます。全力で探します。ではこれからも応援してね。はい、じゃあね。ありがとうございます。何今使う。アルコールが。ギブソンの古い感じでしたね。サザンジャンボを使ってますみたいな、ね。ね、アルコール違うんだよ。なんかアルコールが飛んじゃうんだよね、古いやつって。そうなんだ。どうやってなるんだ。で、もう作ってないやつだから、はい、もう在庫を買うしかないんだけど。高橋さん、僕すごい長い付き合いですけども、嗅いだことがないもんですから。
今日違うやつなんだよね。いつでもいい匂いでしょ。今日ね、いつも使ってるやつだから違う匂い。あ、できたって。あ、できた、できた、できたっていうか、お待たせいたしました皆さん。やったー。じゃあ曲振りをお願いしていいですか。これさ、どういう風になるの。画面はチクチクが出るけど、音声は私たちの音声が生きるみたいなことになるんだよね。よし、邪魔。チクチクの音も聞こえるし、音声も生きる。ただ私たちが邪魔したら、チクチクはあんまり聞こえないっていうことじゃない。はい、はい、なぜ邪魔をするんですか。オーケーいいでしょう、ルールはね。邪魔をしたい、邪魔をしたいんじゃなくて、例えばなんかさ、感想言っちゃうってことね。そうそうそう、なんかあ、これ間違えたなとかさ、あるでしょ。この振りは、この振りは本来こうじゃなかったのに、何ゆかりさん勝手に変えてんだよ。あ、ゆかりさんがね、ゆかりさんが変えてるやつ。あるよね。聞きましょう、それは。そっか、これもね、私勝手に変えちゃってるもんね。大いにあります。証拠物件ってことね。それ言っちゃってもいい。全然大丈夫だよ。現場検証。よし、じゃあそういう感じで、なんかみんなで見ましょう。ダメ出しします。ダメ出しではない。ダメ出しではないよ。じゃあ、こっちがドキ。カメラどれだっけ？こっちになった。じゃあ、なんか、なんて言ったの。知りませんよ、知りませんよ。じゃあチクチクを今からかけるので、みんなで見ても、アマチュアか。ドンドン。来た来た。音、あ、音が来てない。音が、音来てる、ない、音来てないの。止める、ストップ、ストップ、ストップ。はい、選挙です。はい、選挙です。音聞かません。どういうことですか。何分待たしたと思ってますか。いざできるっつって。本当に大丈夫。大丈夫ですか。いくよ、いくよ、いくよ、いきます。はい、ドン。来た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 。かわいい。丸丸書いてる。うんば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 お腹痛いです。怒ってるなんて気づかない、悪気でない笑顔で怒り切せた。めちゃくちゃ怖い、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 怖手持ち無双だ、過ぎてく時間、今日も私待ちぼうけ、チクチクチク切なくなった、早く来てよ、止まるわ、これを狙う道に謝る気なんてもいい癖、その笑顔に弱いの怒り着せた、いつもそうね、もハハハハ。
ってんだ。おい。何今それ。やっぱ似すぎちゃったから。そこ間違えた。見ていただきましたね。今ちょっと首かしげてたよ。でも可愛い。可愛い。可愛い。制服しか見たくないだろうなって思った。みんなは絶対に。そうなの。三曲求めか。いやいやでもお可愛くてらっしゃる。だろうなって思った。だから早く見てほしいんだけど、はい、通販だからしばらく手元に届かない、まあ、それに関しては調べてくれたまえしかも別にあの、うん、当日便とかないからちょっと待たなきゃ倉庫から、ね、あの配送されるからねまあいろいろ調べていただいてですね、うん、まあお早めに皆さんが可能な限りお早めに手に入れていただいて、うん、早く見ていただければなと思いますよ、はい、どうする、はい、もう時間的にはもうこうなんだけども、ね、伸ばしてもいいし、うん、伸ばさなくてもいいしどうしよう終わってもいいし俺はもう雇われなもんだから終われって言われたら終わるし雇われにしてもいろいろやってくれちゃってますけどね伸ばせいや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 伸ばせって言ったら伸ばしますしなんですけどなんかさ同じメール何回も来るの何なんだと思う誰だ何回も送信してんのかな送信してんのかなあれで読まれてないのは届いてないからじゃないよそっか一番上に出したいんだなるほどねなるほどねでもこれで見てたらそういう風にやる人もいるかそうかもしれないね拒否のとこ入れていきたい残酷拒否拒否とか戦う女ねどうしようかななんか小原さんが着てるそれはあこれですか、はい、グッズです今日 MA1 今回じゃなかった今回じゃなかった2018ですあ全部かわいいなと思ってでしょ裏側に全部そう田村さんがそう18年のバーズでやるやつだもんこれさっきのさピンクを背負って生きていくぞと決めた女の服って感じがしてなんかこれ戦闘服って感じがしていいなと思うなんかあるかなあ王国民だらけのあでも待ってなんか集まってる人ばっかしかけたらあそんなことないよねまんべんなくやってるよね一人の人もかけてるし女の子もかけたし、ね、男の子もかけたしそうだよね、うん、夫婦もかけたし、うん、そうだ今王国民だらけの居酒屋で飲んでいますっていう人がいるかけるがみんなぼっちばっかりなので、うん、お電話していただけるとみんなとお話できると思いますって言ってるぼっちばっかりだってみんなで集まってるわけでしょいいなこれじゃないよ音下げてくれるかな男さん女さんぐらいのちょうどいいやつで集まってるわけでしょ何それなんかでもねこの手を見る限りおっさんとおっさんっぽいけどねおっさんとおっさん手を見る限り、うん、あでも確かに酒もでもさ女の子じゃないこの子ほら冗談じゃないよ俺本当だ待ってこれ男女だ男女じゃないの男女か確認しましょうかけていや、うん、絶対女でしょでも女ばっかりいかがわしいいかがわしいもうダメいかん、うん、でもこんなのもう警察が認めないそうだそうだ何警察ダメかけない拒否かけないのかなんでかけないんだよかけないかわいそうに惜しかった かわいそうじゃないかけてやれよゆかりを出しに、うん、なんか不純ないかがわしい行為に及ぼうとしてるわけだよああ田村さんをステップに田村さんをロイター版にこれだって電話かけちゃったらもう盛り上がっちゃうでしょ、うん、ああ本当だ楽しかったねやっぱ送ってよかったよねみたいなやつから吊り橋効果みたいなやつでそうだもう運命になっちゃうから田村アバンチュールがもらえるわけだ許さないそんなのダメだ次行こう消しから絶対に許さない出てこい揺れてるそうそう許さんぞそんな不純な学生ホースでホースバーンたけしさんみたいなもう46になっちゃったなあこれも男女じゃない許さん男女だあ楽しそう明らかに、ね、そうですけどね、うん、なんかドリカムみたいじゃないなんかドリカムだ古いよドリカムなんかでもやばそうじゃないなんかほら2人になってからのが長いんだ正直コモさんだよえ、かける大丈夫そうですドリカムにかけますかねドリカムにですかえ一人札幌で店やってますじゃあ分かった私がかけると思いきやさのりさんが喋ってるってどう全然なんかピッてやらないピッてやるでももう結構経っちゃったからなちょっと待ってもうかかってくるの分かっちゃってるかも今どうだろうラグが今写真見せちゃったからね、うん、ああそうかそうだねでももう見てないんじゃないの配信もうなんかよろしくするか
クのところに近づけて、はい、怒ってやればいいんだ。マイクマイク、あ、しまった、あれでかければよかった。スカイプで、もし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 、あ、森さん、堀崎だ。いや、分かった。早い、気づき早い。早い、分かったの。誰だよってなると思ったのに。あ、どうも、モリロングと申します。あれ、あ、こんにちは、こんにちは。あ、どうぞどうぞ。あ、みんなで聞くの。僕もあのガラケーなんて分かんないけど。確かに。どう、あの今みんなで、みんなで飲んでるんですか。あ、みんなで飲んでます。何人でやってるんですか。10人です。10人、そんなにいるの。写真のなんか送ってもらいましたよね。写真でも3人ぐらいしか写ってなかったですよね。ちょっとあの iPhone の人に、この番号に電話、スカイプ、あ、フェイスタイムでかけ直してるです。もしもし、ちなみにちょっと私アンドロイドなんで、聞こえてる。iPhone の人いないんですか。 iPhone います。 iPhone の方にこの番号にあのフェイスタイムっていうのでかけてもらっていいですか。わかりました。ちょっとお願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。でもノリさん、でもノリさんって出てない。ノリさんワンショット一回切れたよ、ね、切りましたね。でノリさんが出てね、これこう見てればいいですか。こっちは何もしなくていいの、この機材では。このあ、こっち待ってるだけだと思う。受ければいいんだ。ノリさんが出た。わあ、ノリさん、そのゆかりさんと一緒に写ってる。お、本当だ。そうだ、ゆかりだよって言って、なんかそういうやばい。そうだったんですか。一人の子いるかな。まあ、一人の子だらけなんだけどね、基本は。で、フェイスタイムって押せばいいってこと。こんにちは。こんにちは。これ、こんにちは。苦情言わないでください。まあ、わかるんですけどね。気持ちは。不良品だよ。それは不良品だよ。買い返せ。そりゃそうですよね。返品だ。どうなってんの？これ、なんか向こうの映像見えないの？向こうの、そちらの映像って見えないんですか？どうやって言うの？ゆかりんだよ。盛り上がっちゃってんじゃん。男女がさ。なんだこれや。来たん、来たんじゃない？これで。あ、来た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 。待って、番号映ってない？大丈夫？大丈夫です。もしもし。もしもーし、ノリです。そっちの皆さんを見せてください。映ってますか。映ってますよ。逆だ、映ってないね。なんか映ってるけどね。楽しそうに。うわー、なんか、なんて書いてあるの。ゆか、ゆかりん、ハッピーバースデーだって。ありがとう。見える？多分もう見えてんじゃん。見えた、見えた。すごい、すごい。すごい。他も見して。他のみんなは？他のみんなも見して。他の女じゃないよ。すげえ、なんかめちゃめちゃ人いっぱいいんじゃん。何の、楽しそうなの。そうだな。何だよろしく。何よろしく。冗談じゃないよ。ちょっと。何みんなでよろしくやってんの。冗談じゃないよ。よろしくやってくれたんだ。なんだよ。もう忘れちゃったんだ。あ、見たことある、そういう。みんな来てるよね。なんか盛り下がっちゃったみたいでごめんね。ありがとうみんな。なんか寂しい。楽しそうだね。楽しいです。そっか、じゃあよろしくやっといて。ほいじゃね、またね、ありがとね。はーい。すごいですな。そうかな。どうやって切んの。どうやって切んのこれ。さよなら。めっちゃ嬉しい。嬉しい、絶対いいですね。うん、
あ、なんかすごい楽しそうにみんな、うん、なんかみんな楽しそうだな、ね、楽しそうだった。こっちも楽しいよね。楽しいですよ。こっちも楽しいですけど、まあその分バタバタもありました、ね、ですね。割合のバタバタがあったそれ。フェイス ID だ、うん、ごめん落としちゃった一回もうあれもね、本当はこのスタジオにいるはずじゃなかった武漢さんの私物ウイルス、うん、ありがとうよいしょ。ねえ、かけます？行きましょう行きましょう。そうだね、この子がね、また集まってる系なんだよね。ただこれを解除しちゃうと分かんなくなっちゃうんだよね。どうしようかな。避ける術はないのかな。このメールに戻ってきたいじゃん、後で。スターを、あの星をつけとけばとか、ダメな星？何それ、何星つけるチェックして、まあ、じゃあ、いった、お気に入りみたいなやつまあ、いかになっちゃった。なんかいろいろ言ってるけど、まあ、いかになっちゃった。やばいね、やばいやばいやつ、やばいやつもあった。やばいやつもあった。ゴミ箱に入れて、あとバリアカセット面白い。いや待って、ゴミ箱を見られたくないかもしれない、カズさんが。そっか、すげえ変なの入れてるかもしれない。でも名案です。ゴミ箱に。待って、この番号をメモればいいんじゃない今。言えないよ。言えない。ナチュラル子が。分かった分かった。それ貸してもらって。これで取ればいいんじゃない？平さんにやってもらう。どういうこと？喋りましょうか。かメモりましょうか。これにメモっときますか。これでさ、取ればいいんじゃないの。でも取ったらかけれなくないですか。そうだね、うん、じゃあ平さんに。それか一回かけてピッて切ればよかったね。あ、そうですね。あ、いいよいいよ。お菓子食べます。で、誰にかけるかにゃん。なんか一人の寂しい人にかけたい。うん、絶対いるはず。なんか、なんか今さ、多分お家でさ、配信見てくれてる人さ、うん、んだよ、みんな楽しそうじゃんってなっちゃってると思うの。うそういうとこばっかねってね。そう、だからなんか、寂しいおじさんにかけたい。いるはず。いい心がけですね。優しい心がけ優しいえ、ツイッターで検索しちゃって今どういうこと。普通になんだろうな、もう夫婦揃ってとかいいんだよ別に。鷲崎さんがここまで何もしてないの珍しいな回してないなって感じそんなことないよ。いやいや、回してないよ。回せないもんこれ何不随意の電話つなぎの回しすごいね、なんかな、飲み会してる人多いな。いやみんな楽しそうだな。それはね、集まりますよね。うーん、そうなんだけど、あ、この人がいいかな、うん、一人でホテルで多分の人かな。うん、かもしれない、うん、ねえ、ちょっと待ってね。遠征して一人でどっかで居酒屋で酒飲んでホテル戻ってみたいな人もいるでしょうよね、うん、時間。ゆかりんこんばんは、誕生日おめでとうございます。地方から来て、来てから中止になりました。今ホテルで配信楽しんでます。これから応援し続けます。もしもし、もしもし、ゆかりんだよ、嘘だよ。あ、え、ゆかりんだよ。あ、こんばんは。こんばんは。誕生日おめでとうございます。ありがとう。本当に迷ってる。ありがとう。え、何、はい、一人なの今。あ、一人でお酒飲んでます。あ、よかったのかな、わかんないけどなんかごめんね、退屈になっちゃったでしょう。いえ、今日何してた。今日はもうしょうがないのでなんか観光とかしてました。あ、そうなんだ、ごめんね、はい、そっかそっか、ありがとう心の言葉。ゆかりじゃないけど、それしか言えないもんね。私はゆかりじゃないけど。そう、明日帰んの、はい、だよね。本当は昨日来て、うん、今日イベントで明日一日また観光して帰ろうかなと思ってました。うん、それはさ、もうやめて帰れるの？大丈夫なの？いや、まあもう遊んでから帰ります。そうだよね、ごめんね。そうだよね。なんかさ、はい、おすすめのスポットとかないの？みんな。え、
あ、ごめん、今ちょっとね、あのスタジオのみんなに観光のおすすめとかないのかなと思って。今どの付近に、今どこに、どの辺にいんの？なかん、あ、今桜木町です。桜木町だね。ここはどこ？あ、横浜ね。じゃ桜木町で遊んだらどうでしょう？なんなんだよ。ボンかボン。なんなんだよ。今の。一番だって。びっくりした。卵あんの？卵料理にしたら同じこと言いました。他に、他に、じゃあ他に、他に、ノリさん、他に、一緒に遊びに行きます。えぇ、ー、何言ってんの？無責任、無責任なこと言ったら本気にしちゃうよ。そうだからね。あれ、あれ、もしもし、よかった、聞いてなかった。そりゃそうだ、そりゃそうなるわ。もしもし、はい、もしもし、 なんかご飯とか何食べたの？お昼はなんかハンバーグとか食べました。あ、いいね、いいですね、肉はいいね、いいね。夜だよ、聞いてるの。夜まだ食べてないかもよ、だって19時から配信してるから。そうか、終わったら、うん、夜食べてないです。ほら、ねえ、でもこの時間からだと空いてったりするのかな。いやー、コンビニじゃないですか、コンビニ。コンビニ飯じゃないですか。桜木町たらあるでしょ。桜木町、そうね。あれだから桜木町おろおろしてみたら、まだね、ケンタッキーとか届くんじゃないの。なんなんだよ。とかありますからね。なんなんだよ。もっとまともなアドバイスないの。アドバイスわかんないよ。そっか、うん。居酒屋行ったら、でも調べたら、うん、田村さんファンが集まってるとこあるかもよ。そっか、桜木町あたりだったら。確かに確かに。たださ、もう盛り上がってる中、今から行くの行きづらいっすね。うん、ね、でもそのさっき配信で生電話つなげた俺だぜっていう、そんなマウント取るやついたら超嫌がられると思うけど。はぁみたいな。そうだな。え、めっちゃ聞いてくれて、置いてけぼりにしてごめんね。大丈夫です。じゃあ観光するところちょっとわからないけど。はい。じゃあね、あんまりゆかりは本当に自分が好きなものを言いたくないんだけど、うん、はい、ね、もしかしたら、はい、ちょっと検索してみないとあるかわかんないんだけど、どっかの喫茶店かコーヒー屋さんにあるかな、はい、なんかね、ラムドラっていうどら焼きがあるんだけど。ラムドラ、うん、それ本当は、ね、九州のどこだっけな、はい、鹿児島かどっかのものなんだけど、はい、なんか、はい、横浜の方のどっかのコーヒー屋さんに置いてあるかもっていうのをネットで見たの。そうなんですね。うん、だからわかんないから、情報がちょっと不確定だから、検索をして、なんかもし行くとこがなかったら、なんか1個買って食べてみたりしたら時間潰せるよ。じゃあ検索してみます。ありがとうございます。無理に食べなくていいからね。もし本当にやることなかったら。はい、大丈夫です。じゃあ、良い旅を。ごめんね、またどこかで会いましょう。はい、じゃあね。はい、ありがとう。ありがとうございました。嬉しい、嬉しい。なんで消耗した。消耗しちゃってるんですか。なんか今日みんながゆかりをこう持ち上げるはずだったのに、誰もなんかもうハンドリングもできないし、あ、無理だよ。いや、それは無理だよ。人の電話だから。確かに難しいなと思って。これを今かけた、ね。君が連れてる最勇気一行全然戦わないし。そうだね。おかしい。なんだったらあれだよ、多分見てる人からしたら、今こう全然喋んねえやつも映すために披露宴になってるじゃん。ゆかりんちっちゃいなと思って。申し訳ない。そこで、そこそこ、そこそこワンショット。そんなことはないよ、大丈夫だよ。食べますか？食べないよ。あ、食べたいっていう意味？いいよ。じゃあ食べますか？これさ、再現なくかけることになっちゃうけど、どうする？どの辺でやめる？俺なら、ギリ30分を前にしてやめたい。そうだよね、私もそう思ってるんだよね。うん、だから、どうするって今言ってんの。まだいけるかな。まだ1個はいけるんじゃない？じゃあ、それでも綺麗にパン、うわ、なんか、うん、素敵なメッセージいただいて、ファンからこんな素敵なメッセージいただいちゃったら、逆に私の方が
なんかありがとうだよで終わりですよ多分なんか聞いてるかなみんな。なんかみんなねそんな別にいいこと書いてない。いっぱいおめでとうって言っていただいて。じゃあね、あの始まる前にはね結構長文でいろいろなんかこう、うん、思いの丈を書いてくれていたんだけど、うん、今もうね配信中だから、うん、見て、まあ、そうか見てそうそうそう感想とかを書いてるから、うん、だからね。そんなにいやいいですいいです。まあそうですね。一口でかい、ね。人は一口でかい。お腹すいたよね。お腹すきました。さやしさやしか。さやしか。元さや。元さや。さやし。一口がでかいさやし。入れて入っちゃう。好きだもんね。好き。今さ2020年今さやしロスに入ってる。何度目か。そっかやめもうおやめになったんだよね。そうなんです。おやめになったと。もうずいぶん前ですよ。あとベリーズロスに。ちょっとメールが開けないんだよね。読み込みが遅い。なかなか。うん。でもその次のその人でもうラストですよ。うん、そうなんです。そう思うとさ、うん、どうしようかな、ね。これさ、一人ぼっちの人にもうだってこう寂しいおじさんなので待ってますってなんか出会い系じゃないんだよ。マッチングサービスとかじゃないから。そういうことではない。そうなんだよ。そうなんだよね。抜かなくていいですかこの文字、この足の文字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 これさぁそうちょっとゆかりの靴下毛玉ついてるかわいそうとか言われるでしょ。いや分かった、高速で動かせる毛玉も見えないっていう。これ俺の今日の一番いい仕事じゃない。ピンさんちゃんとこれを抜いてくださいでは。どうしようかなぁ、ね、星崎で検索してるいい仕事したんだけど、さっき星崎キモいってあーどうしようかな。そういう人覗いてみたら、なるほど。うん、そうね、どっちがいいか。なんかさ、みんなワイワイしてるとこってさ、ワイワイしてる絵を見せるのは楽しいんだけど、向こうもわーってなってるし、こっちもわーってなってるから、コミュニケーションが成立しないなって。やっぱりね、一人がいいと思うよ。でしょ？一人、二人ぐらい。二人とか絶対なんかそれ。さっきの感じになっちゃうもんね。ふわーんじゃないんだよ。ふわーん。横から目線がすごいね。まあ、とか、うん、ちょっともうだから一人ぼっちの人がいいよね。どうしましょう。どうしようかな。うーん、一人でも楽しいです。はい、もう一人ですね。うん。シャットチャンス。どうしようかな。あとね、なんかゆかりの今までの経験則から言って。女子はちょっとテンパる。なにこの配信。なんで牛くん牛くん軽くん軽くん牛くん牛くん牛くん何で懐かしい。生足配信。お、生足配信。面白いこと言いましたから、ケーキを食べていいですよ。お湯違う。この人にかけようかな。でも中身は読まないけど、どうしようかな。悩むよね。な、うん、やめよう。その人が今ラストナンバーって。そうなんだよ。今日のライブのラストナンバーに。どうしよう。あっちはみたいな人ですよ。みたいな人。やっぱり決めるまでずっと足に。足にマイクこうなってるだけだから。ずっとマイクと足。スカビートみたいなやつ。足のスペシャルズみたいなやつ。ずっと右の人が攻撃されてる。仲間入る？俺大丈夫かな。お、あ、四人はアイドル。四人はアイドル。ビートルズだ。黒くてあんま見えない。黒くて。すげえ。すげえ。俺はみんないいな、ずるいって言うんでしょうね。言わないでしょ。言いますよ、田村さん。何がいいのか全然。何がいいのか俺もわかんないけど、でも田村さんのファンは言う人いますよ、それを。足しびれたがちょうどいいわ。決められない、どうしよう。足がしびれてる人と。ノリさんちょっと体柔らかくなったんじゃないですか。なってないよ。うわ、テディベアみたいですね。限界っす。限界。テディベア。限界っす。暑い。運動じゃないけど。女の子危険な気がするけど行ってみるかな。女の子危険な気がする発言いいですね。女の
子はさ、割あこれ違うね、うん、女の子は割とね好きの熱量がこうね、そうなんだよね、なんとこう男の子の方がね冷静に出てくれるんだよ、こういう時。そうだね、わかるわかるでしょ、今日もそうだわかる。いやちょっと待って、やめといたがいいかもちょっとなんかいいですよ、まだ時間的に大丈夫ですよ。どう思う、ネクスト何なんだよ、何なんだあの人、あのコーディネーター何なんだよやばい、あと6分しかない、ね、いやちょっと過ぎてもいいじゃないか、どうしよう、どうしよう、うん、誰かが一発ギャグ打ったら5分伸ばしていいことですよ、ね、モノマネか面白いダジャレ言ったら5分伸ばしていいことします男だね、うん、よし行こう、よし行こう、そうそうそう、よし、お、来た、ラスト感想を言わない、なんで大丈夫、これ大丈夫、大丈夫、もしもし、お誕生日おめでとうありがとうございます、お誕生日おめでとうございます、ありがとう、そう、同じなんだって誕生日が、すごい、はい、そうです、38歳になったんだね、はい、なりましたね、いやまさか本当にかかってくるとは思いませんでした一人で一人で見てるんでしょ、はい、一人で見てます、 あのお家で、はい、そうです、そっか、なんかありがとう、いつもこのぐらいです、こちらこそありがとうございます楽しんでますなんかツアーとかどっか来てくれる予定とかあったりします、あ、次のツアーも一応6枚ほどチケットは取れたので、そうなんだ、ありがとう、はい、そっかそっか、なんか、楽しみにしてます、みんなでワイワイ作ってるので楽しんでください、はい、はい、楽しみにしております、ゆかりのどこが好きなの、笑ってもうたやんいやもうなんていうか、やっぱり声が一番好きですね、おーそっか、声ゆかりんの声がのぶと、意外と生だとのぶといんだ唐揚げのやつだそっか、ありがとう、はい、なんかごめんねなんだよそれ、いや本当一番なんか今まででありがたい誕生日になりました、そうだね、よかった、こちらこそだよなんかね本当はね一緒にお祝いねだったらよかったんだけどねね、でもまあよかった、おめでとう、はい、ありがとうございます、じゃあ元気な38歳を過ごしてください、はいこれからも頑張ってください。応援してます。そんなことないよ。違う。あれ？え、なんか。なんだっけ？そうそう、ありがとう、ごめんね。茶化してごめん。ありがとう、嬉しいです。はい。じゃあなんかまたツアーとか元気でお会いしましょう。はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうね。はい、じゃあね、はい。はい、失礼します。そんなことないよだから何がだよ何に対して言ってんだよいいんじゃないですか、よかった、なんか予定よりいっぱい電話もつないだ気がする、そうだね、うまあ一生懸命考えてくれた、ね、うん、ゲームとか、そうですね、全しかったです、その台本上にあった、2個のゲーム全カットでお届けしましたけれどもなんかね、何が入ってた、お絵かき伝言ゲームととか、あとな、はーっていうゲーム、そう、カードゲームでそういうの、そうそうそう、ね、一応作家さんがね、考えてくれてたし、あとホワイトボードみたいなやつを作ってくれたんだけど、そうそうそう、あったんですけどもね、まあでも、なんか別に、なんて言うんだろう、もうこれだけ出してもこんだけワイワイしてればもういいでしょうね、思ったので、はいはい、ということで、急遽でございます、はい、はい、ありました、こちらの生配信でございます、皆さんいかがでしたでしょうかね、ちゃんと田村さんのことのおめでとうが伝えられたというか、一緒におめでとうを感じられたんだったら嬉しいなと思います、意外とディスられてた気がする、ディスってない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 、うん
目本当喧嘩するほど仲がいいなんてね喧嘩すらしてるでしょ確かにしてる一方的ですねはい、まあなんか楽しかったですようん、ね、いや、俺も久々になんか、ね、そう、一緒に仕事できて楽しかったですうん、あとなんかみんな楽しんでくれてる感じあったし、お客さんがわかんないけどね、こっちからほら電話かけた人しかわかんないからさうん、俺もなんかね、その画面の向こう側で見てるわけじゃないからあれだけど、うん、割とでも、こういう風にできたらいいな、こんな風にうん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 、なんかやれたらいいなと思ってる感じになったような気がします。なったなった。まあちょっと魚ちゃんが喋りすぎたっていうのは。そうだね。まあうん、うん、当初からその懸念はしてたでしょ。そうだね。そう。あいつ危険だぞっていうサインは俺いくつかもらったんだけど。まあまあでも。うん。顔。いい仕事できました。あ、そうです。なんだそれ。ということでございます。じゃあもう本当に閉めちゃうよ。うん、ね、本当に閉めちゃいますよ。ということでございまして、2時間半に及ぶ、生配信でございました、うん。最後まで楽しんでいただいた皆様ありがとうございました。そしてまあ今回はこうちょっとイレギュラーな形でこういう風になりましたけど、うん、またイベントとかまたまあこういう配信みたいなのがあるかもしれませんので、その時にはまたですね、皆さん、ぜひぜひ。ゆかりのため、姫のためにですね、集まっていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さん、おめでとうございます。ありがとうございます。あと、本当にありがとうございました。ありがとう。